はい、全国卓研受験生の皆さん、こんにちは。えー、2020年卓研、えー、試験、10月試験ですね、本試験解説会始めます。担当はレック専任講師、水野と申します。どうぞよろしくお願いします。 はいそれではですね、今日合格発表が、ね、あったのは当然ご存知だと思いますがね、合格ラインが38点と、まあ予想はね、7か8かって言っててね、本当は37はね、なってくんないかなーっていうね、思いあったんですけどね、ちょっと高めに出ちゃってね、まあ大変だったというか、やっぱりね、難しくなったなと思います。あの実際問題はやっぱりね、あのこれ、今日ここが出たっていうので、ぜ、ま、ひ、あ、見といていただきたいのは、あの一番後ろの正答率のところなんですよ。でえー、ページだととちょっと書いいてないんですがねこの 本試験、えー、無料成績診断というところで正答率があるじゃないですかこれを、あのー、大事にしてほしいんですであの今日いらっしゃってる方ってもう合格してね嬉しいからなんか全然勉強する必要ないけど来ちゃったみたいなそういった方もいるけれども12月の試験これからどんな問題10月でとか見ようとかあと悔しい思いだから来年リベンジしようというそういった方もいらっしゃいますよねでこのね問題囲むもを大事にするというのはもう絶対変わらないんです いくら今年高得点でも変わらないんです。で、その時にすべての問題をやるというよりは、この正答率のところでちゃんとやるやらないを見てほしいんですよ。で、これ見るとですよ。あの正答率ってあの五十パーセント以上のもの、今年四十五もありました。ただね、これ解答速報会に出た人で五十パーセントってかなりレベル高いです。あのもうあの他県試験受験してもうダメだっていう人はもう解答速報会なんて来ないんですよ。もう家帰って飲み始めるんでね。 うん、ところが回答速いに来る人って、ある程度やれたかなっていう人が来るので、ちょっと母体レベル高いです。だから、これね、一応ね、目安としては、六十パーセント以上のもの。正答率は、これちゃんと復習すべきなんですよ。で、ちなみにね、数を数えると60、六十パー以上の問題で三十九万です。私。もうそれ、どうです。六割の人が正解できる問題をとってれば、合格点プラス一点なんですよ。<え>で、ちなみに50、五十パーセントで四十五万です。え、五十パーセント目はもう五問しかないんです。 これ例年だとね50%未満の問題が78問あるんですよで合格ラインがね31点とかの年とかの時は10問ぐらいなんですようんそれも考えてもやっぱり今年はちょっとやりやすい問題がね多かった簡単とは言わないけどだから逆にもうケアレスミスがね許されなかったんですよね だからやっぱりねちゃんと勉強して努力して一点取れるようにもしなってても本試験緊張しちゃってその緊張があまり、ね、あのミスが続いてで例えば行法とかでねもう今年の行法とかねもう通常だったら16点、まあ、切るとだめだってよく言うんですけどね17とか16だとちょっと厳しかったですね。というね本当にミスができなくて大変だなったっていうのが正答率見ながらねちゃんと勉強するっていうのはちょっと、ね、癖をつけた方がいいですね。 過去問だから全部やるというよりは正答率高いものを優先してやるでもちろん悪いものでも人によって得手増えてがあるんですよ。いやこれ難しくないじゃんといやそれはいいですよできるんだからえこれなんか全然みんなできるけどちょっとやりにくいんだよちょっと勉強頑張ってくださいえそれはみんなができるものはっていうような取捨でやっていくと全てをねやろうとしなくて済むんでねだからこの正答率見ながらやるというのはちょっと今日ねあのもし12月とか来年ね受けられるっていう方、ね、今日もしいらっしゃってたら やってみてみくださいでまあ今日はあのこれあのもう一度ねあの過去問というか今年の10月の問題どんな問題かっていうのをね、まあ、見直していくというね解説していくっていう回なんですけどね。 まあ合格した方は本当これ聞いててどうすんだなんですけどとりあえず思い出に普遍いながらえ頑張ったな俺私とかねうんでもこれからやる方はあ,あそっかこれは取らなきゃいけないのかっていうねそういったところをねちょっと見ながらやっていただければと思いますではですはいまずじゃあ問いの1から見させていただきますんでよろしくお願いしますこの「ここが出た」はですねあの問いの1問いの2問いの3本試験と同じ問題になってますんでえそれをじゃあ見させていただきますじゃあまず問いの1から でやっぱりですねこれあの、まあ、結果論ではありますが民法からややるのはやめた方がいいですねうんあの問題はやっぱり業法とか制限とかこれ取れるところからやるっていうのはもう鉄則なんで、うん、どうもねやっぱりねあ,のあんまりやる気がない方とかあんまり情報が入ってない方だと問いのからやっちゃうんですよねあの本試験緊張状態なんで問いのからやると「なにこれ?えー」となることもある。 で今年しの、ね、地域圏のこの問題ってこれ正答率、ちなみに、まあとでゆっくり見ておいていただきたい,いんですがこれ、ね、63.5%ってそれなりにあるんですよ。ただレックではランク C ランクにしてるんですよ。なんでかちょっとテーマはマニアックだからただ、ただこれねなんで63.5になったかというとこの、ね、問題1番の足が共有物の分割って土地を分けた。その時にはい 行動に通じない土地になった。行動に至るため、他の文化社の土地を賞金払うことなく通行できる丸。過去問通りなんですね。もう何年か前に出た過去問そのままなんですよね。これね、やっぱ合格者って過去問はえげつなく見ていくんですよ。で、ちょっと言い回し変えられたりすると、あれってなっちゃうような、まあ分野ではございます。ところがそのまんまなんでね。ドンピシャなんでね。もう車の免許、現地の免許と同じレベルだったんで、ね。あ、これ見たことある。丸。多分そういうノリでしょうね。 だからしっかりテキスト持ってその知写権とかここのところをねしっかりお勉強するというよりはいやこれ見たことあるよそれでまあできたような問題のはずですだからやっぱ過去問はねちょっとやっぱりねあの最近10年分はしっかりとね見といた方がいいですねっていうまあ教訓でございますでまあちなみにまあ2番とかは自動車による通行権が認められることはないってこれ。 あの、今日はあの、問題、演習講座でもないんで、あの、全然問題忘れちゃったようでね、急に説明されても、いまいちピンとこないかもしれませんがね。これね、ハートで解くものです。自動車の通行券認められることないって言ったら、自動車持ってる人どうするんだって話ですよね。いやいや、自動車だって通れんじゃないの罰だろうぐらいでいいと思います。あと、3番目、賃借権重たるものとして B に移転する。これなんかなんかありそうですけどね。 うん、まあでも契約だからねまあ移転するっていうのはちょっと罰かなぐらいにねあと4番目 A は C に時効した土地取得した土地行動いたため通行ができなくなるいやあんなことないだろうとう、まあ、どっちかというとちょっと感覚でねやるような問題でしたねだからこれレックは C ランクにしてるのは勉強一生懸命テキストでやってやるっていうそこまでやる必要はないえでも過去問に出てて正解者だから取れた方が多かったというね うん、そんな問題でございます。えーまあんまり時間はかけすぎないでやるといいなという問題です。で次の問いの2。もうねこの民法が1も C ランクで2も C ランク。要は2問連続難問だったんですよ。だからもう民法から始めた方は1番、まあ、過去問やってりゃいいですけどね見たことあるでやってないと「何これ?」と。「2番何これ?」と。もうなんか連続で分かんない問題だと心折れちゃいますよね。今年は難しいなと。 うん、だから、行法とかやるとテンポよく,よく、ね、できたりするんでね、うん、だからやっぱりね、得意なところ、うん、民法からやるのは得策じゃないです、ただ、この2番って難しいんですけど、あの43.4、まあ、合否分けない、関係ない問題なんですけど、まあ、43%はできてるんですよね。で,できた人、どうやったかっていうとね、これ、消去法なんです、消去法。 で、この問題ってケース12でまず受験生このケース12で分かれている問題っていうのがすごい苦手です。であとはこれ上金融機関事業資金として1,000万借り入れて保証っていうこの話「宅建試験のテキストほとんん。ど載ってません何これ」なんですよ。何言ってんだかさっぱり分かんないようなんですよ。うん、だから難しいんですよ。ただね2の方建物所有者と居住目的の賃貸借でその時に保証人になるというこのケース2番は別に普通の知識なんですよ。 まあ普通ではないですけど、え、まあただのね、テキストで保証人のところだけだとちょっとっていうかもしれないけど、ここはね、改正点にもあるんですよ。うん。おそらくね、ここ重要ですよって言われてた方は、ここは見てると思います。じゃあいきます。保証契約は、はい。口頭による契約でも有効も、この時点で絶対罰ですね。あの、どんなテキストにも保証人になるときは書面か、電磁的録要は口頭はダメっていうのは、これは知ってないとおかしい。え、この一番は、 いや、なんかちょっとケース1っていう場合はわかんないけど、口頭でも有効って、いや、保証人だから口頭で有効はないんじゃないこの時点で正当率は33%になるんですよ。今わかりますあの、正解しドンピシャを取るだけが勉強じゃないんです。1個でも確実に取れるっていう、切れるというのが、それが大事なんですよ。まず1個切る。これは切れてほしいですね。で、2番目。これは難しかったと思います。 ケース1の保証契約個人でも極度額を定める必要はないが、ケース2の保証契約はい。個人でも法人でも極度額を定めなきゃ効力を生じない。これ法人って会社です。ね、こういうのはね。仕事やってる方がちょっと有利だったんですけどね。あの保証会社っていうのがね。賃貸で借りる人やっぱりね。知り合いに保証人とかって頼みづらいじゃないですか。もう今ね保証会社全盛です。保証会社で会社が保証してくる場合はね。こんなんいらないんです。 ところが、個人の保証の場合は、極度額というのをつけなきゃいけないよ、決めなきゃいけないよっていうのは、今年大きな解説です。えー、あ、これ、個人だと極度額言けど、法人だといらないんじゃないだから法人でもは罰だなと。これね、仕事やってるとできる。あと勉強した人もできる。えー、そうじゃないとちょっと難しかったっていうね。だから、市販の本でね、載ってない時とかいっぱいあったと思います。だから、これは難しかったと思います。えー、やってない人も結構いらっしゃったと思います。 うん、ただね、やっぱりね、情報ちゃんと改正点集めてたら、これもね、できていただけるはずのものですよ。で、三つ目なんですけど、最国の公弁権ができるが、連帯保障ですよ。連帯保障で最国の公弁権って絶対無理でしょ。これ罰切れませんうん、これはね、普通の知識で罰切れるんですよ。結局、一番罰、三番罰、この設定で正当率50%なきゃここは、ね、おかしいんです。 だ42.43.4っていうのは、もう難しいから、もう適当でやっちゃった人がどんだけ多いか。え、それをですよ。適当にやらないで、いや、これは絶対×、これは×。じゃあどっちかだな。運になりますけどね。50%はいくんですよ。そういう勉強してください。要するに、正解ドンピシャっていうのはもちろん理想ですけど、え、絶対これは違うというものを探す。それで残ったものは、もう AR の世界ですよ。それでも50%はいかなきゃおかしいんですよ、これ。 だから、結構レベルの高い人の中で43.4、本当に難しかったんでしょうね。え、ね、でも、いやいや、わかんねえなー。でも、これは1番と3番絶対切れるぞってなったら、いけましたね。うん。ということで、まあ、2番も×だったのがちょっと難しかったかもしれないけど、4番が丸はい。公正証書で保証契約した場合は OK。だけど、そうじゃない場合は生じないっていうね、この話ですね。まあ、ちょっと後で見て、ゆっくり。まあ、ちょっと今日は勉強の回答ないんでね、振り返りなんでね、4番が丸難しかったと思います。ただ、 これ例えば12月もしくは来年受けるってなったらまた出ますよまた出る可能性ありますよもう出して改正で初めてパンと出したということはそこが大事だから出してるんだよ、えー、個人の保証は極度額決めなきゃいけない法人の時はいらない、えー、これはね賃貸やるんだったら業者でやるんだったら達見師として知らないとまずいし、えー、だから今回できなくてもやっぱりできるようにしておくべき一度ね出るとねこれはねもうできなきゃいけない問題なんですよ 来年もし出てくるとねこれね正答率5割超えるんですよ下手したら6割超えなんですよ、うん、できなきゃいけない問題ってことです次問いの3でこの問いの3は正答率がまあ56.6パーでランク B ランクと難しかったですねでこれはあの判例の問題って判例文読むと答えが見れるっていうねわかるっていうねパターン結構あったじゃないですかあるんですよさあ景色はところがねちょっと判例文が短すぎなんですよねどっちかというと知識で解く問題でした ででも1番2番3番番番番全部検討しまません2番見ますすこの2番がです債務者が履行しない場合債務不履行について債務者の責めに期すべき自由がない時は付随的義務の不履行となりなんか難しいこと言ってますよね、うん、特段の事情がない限り債権者は解除ができないでこれね何か言ってること分かんなくても今年民法って大改正になったのはご存知ですねで大改正になって解除ってやりやすくなったんです もうとりあえず契約関係から離脱解除はできる。解除はできる。軽微なものとかじゃなきゃ解除はできるっていう、その流れなんですよ。だから、いや、解除はできんじゃないのっていうところで選べたって方は多かったです。だから、判例文にしては難しい問題だなって言っても、知識でいける。で、結局ね、宅建試験において、この判例文は完全に苔脅しなんですよ。なんでかというと、宅建試験は民法学説出ないんです。条文か判例しか出ないんです。だから、過去問やってて得た知識で解いて、 外すことないんですこれがねまたね司法書士の資格試験とかだとね学説っていうのがあって裁判官が言った結論じゃない方がね正解とかあり得るんですよ法律ってそこが難しいんですでも卓権試験は結論ありきなんですよだから過去問の知識で解けるもしくは改正で解除はしやすくなったって聞いたことあるからこれだろうって選べれば当たったっていうもとです、ね、ただ正答率五十六点六だから六割超えてないということは落としても大丈夫なもんですね という認識は持っといてよろしいかと思います。次です。問いの四、正答率 90.、90.9パーちょっとすごいですね。90パーですよ。あのだから世の中20万人ぐらい受験生いますけど、え、20万人が90じゃないですよ。20万人受験票、願書出す人で全く勉強ノーメンで来るやついっぱいいますから。我々のね、もうね仲間の業者なんて、もう行ったらにににってますからね。 もうそういうういい人たちはどうせ来ないから、この回答速報会に。えー、だからこの90%っていうのはそれなりにやる気ある人ですじゃあそれでも90%ってすごいですよね当然 A ランクの問題ですなぜなら賃貸借だからあの権利関係において絶対に外しちゃいけないやらなきゃいけないところ賃貸借借借法ですこれねもう抗議のために賃貸借借借法やってよやってよって言うんだけど借借借借法って問題文が難しいから逃げちゃうんですよ もうそここやんんんなないででどこ権利やんのって話なんですよね、うん、だからねこれ賃貸借借家は今年結局賃貸借借家法で全部で3問出てるじゃないですかそれ全部取ってくださいよそしたらもうとりあえず民法3問まああと勘でも運が悪いと外しちゃいますけどね、うん、それでもなんかギリギリ半分ぐらいはいったんじゃないかっていうそういったところですでこの問題はまあちょっと見てはみますけど一番。 賃貸物受け取ったた後ににこれに生じた損傷がある通常の使用収益によって生じた損耗も含めて現状に服するってありますがこれ含めないんじゃないんですかと話ですうん今ちょっとテンポよくね解説して分かんなかったらちょっとじっくり見てくださいこれは罰っていけてほしいですねあと2番目賃借人の奇跡自由の有無を問わず損傷を現状に服する疑問奇跡自由って責任の有無にかかわらず疑問ですか責任があればをけとなければ おったら借りる人もたまりませんよね。いや、これ、有むにかかわらずおかしいだろ、罰。三つ目。賃貸物を返還を受けるまでは、敷金拒むことができる丸。これも全力自信持って丸なんですよ。あの、敷金って返さなきゃいけないのは、まず大家さんが鍵を返す。鍵を返す大家さんは中に入って調べられる。で、敷金戻る額が決まる。で、返す。っていう手順なんですよ。だから、先に明け渡しです。 明け渡してもらうまでは、いや、まだ敷金は返せませんって言えるんです。なんとなくね、借り主保護の話を考えると、敷金とかって同時に返してもらえる、先に返してもらえるかもしれないってなるけども、それは違いますね。という、この問題はもう普通にちゃんとやってれば、丸っていける問題です。あと4番目、未払い賃料ある場合は、賃貸に対し、債務の弁済に充てるよう請求ができる。できる。×、これ、賃借人、借り主がですよ、できると思いますわけないですよ。 考えてください。皆さん大家さんです。私が借り主です。皆さんのお家を10万円で家賃で借りてたとします。入居の時に敷金20万円、皆さんに大家さんに払ってんです。もし借り主から未払い賃料で、あ、それ、相殺しといて、敷金で払っといてって言えたら、あれね、もう借りて1ヶ月目からね、金ないんですもん、もえすいません、大家さん、今月金金欠だから、敷金で払っといてと。次の月もえあ。払っといてと。2ヶ月でなくなりますよ、敷金。 借り主から敷金でそれ家賃に充当してってできるもうわけないでしょうですね。ちゃんと勉強すれば一発で入っていただけるところです。ということでこの問題は取らないとちょっとまずかったなっていうねもう落とすのが許されなかった問題ですね。という問題でした。次問いの5ランク B ランク55.6%まあ取れたらいいなあっすかねうんでも落としても合否影響はなかったですね。 うんでも取れた方がいいですよね。そしたらね、これ1番が丸なんですけど、A の責めに期すべき自由によって途中で委任が終了した。A、頼んだ方がなんか落ち度で終わっちゃったんですって。で、終わっちゃった場合に依頼された、依頼された方ですね、B は。報酬全額 A に対して請求できるか。だって依頼者が悪いんですから、それはちょっと予定通り金くださいですよね。うん、できる。ところが、事故が債務逃れたことによって得た利益を A に召喚しなきゃいけない。 丸ちょっと難しいですけども意味が分かると多分やりやりすすいんですよ皆さんが私にお願いしてて皆さんの落ちで私の依頼がなくなったら報酬もらえるんです普通にでも途中で終わっちゃったら私交通費とか実費かかんない部分もあるんですよそういった分もまとめてもらってたらずるくないですか私、えー、これね平等の観点なんです平等の要するにやらないで済んだところのそこの費用を実費とかそんなものは当然返さなきゃいけないお互い総裁でだからちょっと減っちゃうよねと。 だから意味が分かるとね民法って心で解けるんですよだからね民法ってね暗記暗記じゃなくてちょっとね感じてほしいんですよね体できっと丸かなこれは両方のことの釣り合い取ったら公平の理念から丸かなと、うん、そんな問題でいけるといいなの問題ですでちなみに2番は事故に対する財産と同一の注意罰全管注意義務ってやつですもうこれはねあのただ働きでも全管注意義務ってあるからこれは罰って言ってほしいんですけどね結構21.9%ってパーセントって。 あの、丸にした方はいいんですよね。うん。これね、勉強してないですね。あ、皆さんがそうだったらごめんなさいね。えひどいこと言っちゃってね。でも、ね、これはね、罰ってやっぱしてほしいです。いや、大体いい全館注意義務でしょう、出すときは。っていうね。あと、三つ目。これは難しかったですね。これね、ちなみに、すでにした履行の部分、報酬。はい、オケー。え、ということで、罰。まあ、後でゆっくり解説見てください。うん。あと、四番目。休泊の事情の有無に関わらず、B が死んだ場合、その相続人が、 事務処理しななきゃいけないけ頼まれた方の相続人って例えば私が頼まれてえ私の奥さんとか子供がじゃあやらなきゃいけないってちょっと困りませんえもし休泊だったら相続人だったらやってあげなさいってなりそうなもんですけどねさすがにこれ休泊の事情の有無にかかわらずって別に急ぎとかなんか切羽詰まってなきゃこんなのはないんじゃないかなバツかなうん罰です。 というね、感覚でいけて、取れた問題を覚えないでください。えー、ただでさえ覚えること多いんですよ。何でもかんでも覚えようとするとね、これね、潰れちゃうんですよ。うん、まあ、記憶力がいい方はいいんですけどね。でも、ここら辺はバツかなと。だから、一番丸かな、バツ。二番、バツ。三番、バツかな、四番、バツかな。はい、一番正解できればよかったね、という、そんな問題です、えー。絶対取らなきゃいけない問題ではなかった、ちゅうことですね。次、問いの六です。A. ランク。 正当率73.3%。これ結構高いですね。で、なかなかな問題だと思うんですけども、これね、結果的にね、3番なんですよ。正解が。A は、事故の所有の自家100万円の名画を贋作だと思い込み。これね、100万円のね、すごい高級な、ほどのすごい本物だと思ったんだけど、贋作だと思い込んで、B に10万円で売っちゃったんだって。本物を。 そしたらね、実は B も同様に贋作だと思い込み、まあ贋作でもできるから10万なら買うよってってね、買ったんですって。で、売買契約成立したんですって。そうしたら、取り消しができる丸。今年の改正点なんです。共通錯誤って言うんです。勘違いした人、え、これ相手も勘違いした。だったら過失重過失だってもう取り消しできるっていう、これね、もう超重要な話なんですよ。 これは改正点で知ってて改正点やってたらこれはできないとまずいものなんですよ、うん、だからこれ改正点であ相手もなんか勘違いしてたらお互い様じゃないですかお互い様だったら相手に迷惑じゃないじゃないですか、うん、だからこの話もねあのテキストによっては載ってなかったりするんですよねいやーこれ改正点でもやっぱ目玉のね大きなところなんでこの3番でこれだって選べた方が多かったんでしょうねうんということではいこれ。 錯誤が無効だったのが取り消しになったっていうのが大きいところとえ新規の規定でここの話やっぱり知ってる方それなりにいらっしゃったんでしょうね。ということでやっぱり改正点で乗り遅れてるとちょっとまずかったっていう典型的な問題ですでちなみに1番は重過失4番は重過失重過失だったら取り消しはダメだろうで一応は、ね、すぐ切れなきゃいけないんですよ。ななんかかか今回難しくなかったですかこれ4つ だって不動産の試験なのにどうですこれ1番自動車で2番は、うん、なんか全然また違うものじゃないですか3番贋作で4番は為替な,なんだってバリエーションに飛んでますよねこれは何の試験だっていうぐらいバリエーション飛んでましたね難しかったと思いますでも目先にとらわれないでいや重過失があったら罰だろうねとであと残りの2番なんですがこれね難しかったと思うんです何が難しいかったら時価100万円の壺を 二番はツボですね。十万円程度であると思い込み、はい、お金がないから十万円で売りたいって言った。はい、信じて十万円購入する成立した。これね、なんでダメかとちょっ言うとね、動機の錯誤なんです。要するにこれね、勘違い。百万円のツボぼ十万円程度であると思い込んで十万円で売りたいっ言ったんです。お金がないから。うん、これ動機なんです、ね。いや動機なのかっていうのは難しいですよね。うん、ただあまりにも三番のインパクトが強かったんでしょうね。共通錯誤で うん、だから持ってきる人が多かったというような問題ですだから2番なんかは難しいと思います、うん、でも3番ができる人多かったということはそれだけ改正点が強烈だったでしょうね、うんうん、という問題でした次問いの7はいこれ正答率が 61.3%A ランクの問題ですでこれそうですねあの1340で2番が×なんですが したる債務の目的が保証契約の締結後に課長された。保証人になった後にメインの債務者が、例えば貸し増しとか、ね、利息を変更して高い利息にしたとか、そういう課長された時です。保証人の負担も課長され、したる債務者が利益を放棄すれば、その効力は連帯保証に及ぶっていう問題。課長された時、負担も課長。ここが罰です。これね、 この10年じゃなくてね、結構前なんですよ、出たのが。十何年前とかなんですよ。保証人って、保証人って、例えば皆さんが、じゃあ私が1000万借りる。利息が3%で。え、それ皆さんは水野なら1000万、利息3%なら返すだろうと思ってなってくれたんです。ところが、後から利息5%にしちゃったとか。え、皆さんが知らないところで。もしくは、もう1000万円貸し増し。いや、追加融資受けたとそんな追加融資受けた分、皆さん知ったことじゃないですよね。 メインの債務者の負担が増えても保証人は関係ないというそのね保証のところでは超重要な知識なんですよただ最近10年分には10年分の過去問じゃ出てないっと,ところがミソなんですよだから最近10年分の構成されている過去問だと知らないようなんですでもそれを前から、ね、出てるようなそういう問題しっかり、ね、勉強するとこの2番は実は定番なんですうんだからなかなか大変だったんですよね過去問を覚えてるだけじゃ知らないよと ただメインの債務者、えー、これ、勝手に貸し増しで追加融資を受けても保証人は関係ない。えー、負担はされない。罰。これね、あの、できればできる方はピンポイントでいけるべきものです。そうしないとね、3番4番がなんかやりにくいんですよ。なんだろうってね。うん。で、ちなみにこの3番4番を自信持って丸にできる必要はないです。ないです。えー、この2番で決着がついたかどうかっていう、そういう問題でした。その次、問いの8番。 これ正答率なんですよでこれ58.1%まあねあのー、取れればいいなだけど取れなくても、うん、決定段にはならなかったんですけど何が難しいかっ言ったらこれおそらく13はいいとしても2番が×で4番丸なんですね。で読みます2番。被相続人の子亡くなった人の子ですね相続開始以前に死亡した時その子が代衆相続人となる。ここまで OK ですね。 さらに死亡していたときは、はい、大衆の相続人の子が、大衆相続人とはなることはないで、まあこれ、罰なんですね。で、あと、4番があるんですけど、4番って、兄弟姉妹相続人になる場合、はい、死亡、兄弟姉妹及びその子が死亡してたときに、その子、要は、兄弟の子供の子供ですね。うん。相続人となることはない。丸。あの、4番に引っ張られる可能性あるんですよ。 まあ、あのできれば2番で×でピンポイントで言っていただけゃいいんですけど4番もいやこれ追いっ子っ子の子供の子供でしょとえいなかったらいきそうじゃないじゃないですかあの兄弟姉妹ってそんな保護されないから兄弟姉妹死んでてその子供までは代償するけどその下の孫代償しないです最大償ないんです,んです載ってるテキストほとんどないですだからできなくていいです知らないの当たり前ですこの4番は、えー、ただ2番でなんか×はなんかいけてもいいかなっていうね だから2か4かで迷って2番でやれたら最高ですね。4番自信持って丸っていうふうにできるのは多分司法書士とかそこら辺のレベルの問題です。うん。だから卓研でこのテキストで通常のテキスト使っててこの4番ってほとんど書いてないんでね。うん。やれなくて当然です。だから2番でできたらよかったねの問題でした。次、問いの9。これ、まあランク C ランクで52.9%。 これね1番はね売買で2番はね贈与なんですよね贈与なんですよねでただ贈与なんだけどこの贈与2番 A を贈与者 B を持ちさせする負担付き贈与を締結何だ負担付き贈与ってとただでもらえるんだけどただでもらう代わりにその代わり老後面倒見ろよみたいな要はただでもらうんだけどそれと引き換えに何かしなきゃいけないこういうの負担付き贈与って言うんです いやー知らないよと、うん。でもね負担つき贈与っていうのは出たことあるし、ね、一回聞くと結構ねイメージ湧きやすいんですよ。要はあげるけどその代わりちゃんと面倒見てねあげるけど何何してねっていうそういうのも贈与なんですよ。でこれ負担つき贈与っていうことはどうですかじゃあ私がですよただで車あげるよとかただでマンションの部屋あげるよって言ったらそれは嬉しいですよね。でもただであげる代わりに老後面倒見ろって言ったらちょっと嫌ですよね。お前の老後見なきゃいけねえんだよってね。 でマンションがすげえ高級ないいマンションだったら「いやそれでもいいよ」ってなるけど大したマンションじゃなかったら「ええ、やだ女何歳までお前いきんかわかんねえのに」ってなりますよね。というねちょっと売買に近いんですよね。っていうところをね考えるとはいこの3番2の契約について A はその負担の限度において売り主と同じく担保責任を負う。 ただの贈与だったら、一方的にもらうんだったら、こんななんかね、ちょっと責任、このものがなんかいまいちでも責任は負わないけど、その負担の限度において、やっぱり対価があるからえ。そこに対して欠陥商品だったら、ちょっとなんとかしてくれってなりますよね。っていうハートの問題です。だからこの問題って、まあ、あの、一番ね、これ、まあ、代金の準備をして着手、催告した。これが着手に当たる。だから、できるは罰っていう。 これ、なかなか見抜くの難しいけど、ちょっとこれ知識やっていけばいけると思います。これ知識で。で、あと2番目、書面によらずになされました、とですね。はい、書面にならずにやられました。登記の両方が終わるまでは解除ができる。これ、両方じゃなくても片方が終わったらできないから罰。これね、難しいです。でも難しいんですけど、贈与って、口約束で贈与したのって撤回できるんですよ。うん。でも終わっちゃったらできないんですよ。っていう知識があるんですよ。 で、それ、見たことあるってなってたら、いや、片方当てたら終わったのも一緒だぞ、と。えー、いう風になって、×かな、ぐらいにいけるといいかな、です。あと4番目、B の不履行理由として、解除権が発生することはないけいや、不履行理由として、解除権発生することはない、×だろうと。もう、すごい適当な解説ごめんなさいね。めっくり後で読んでやってみてください。えー、今日はこれ、を勉強の回ではないんで。 え結局、受験生、どこでできたかって言ったら、3番だよな、これな。バイバイと同じような感じであるから、きっと3番がマシかなーで、できて当たっただったらよかったねのものです。テキスト一生懸命やって頑張って、これを 1×2×304× みたいな、宅研業法みたいに、そんな一個一個丁寧に切る必要はなかった問題だという。それは分かっておいてほしいです。はい。では、その時、問いの10。はい。70.1%。 これね改正点で消滅事項を出すだろうと思ったらね取得事項を出したっていうねこれはちょっとちょっと失礼というかね、まあ、失礼じゃないんですけど資格、うんまあの学校そう倒れみたいな感じですねあのも、ー、う取得事項改正点大事だったらそっち出せようですよねそっちか取得事項かって感じですがやっぱりね合格者すごいですね取得事項もちゃんと見てきてたようですでこの問題は難問じゃないですやっぱり過去問やっていればちゃんとできた問題なぜなら2番がバツ どういう問題か見ておきます。2番だけ。はい。D が所有者と称する E から E が無権利者であることについて全員無価値で買い受けた。全員無価値で買い受けても無権利者から買った人は無権利ですからね。ただ全員無価値で無権利のまま、はい。所有の意思を持って3年間占有した。はい。高土地が A の土地であることに気づいた。気づいたということは悪意になったってことなんです。要は、 自分のもんなったと思ってたんですよ、皆さんは。自分のもんなったと思ったんですよ、税務課かすで。ところが、あれこれ、マイナス無権者だぞ。ということは、俺、所有者になってねえじゃんと。気づいちゃったんですね。はい。そのままさらに7年間占有継続したとしても、自己取得することはできない。罰なぜ占有開始、使い始めた時、き税務課すですよね。途中で悪意になっても、関係ないんです。で、あの、一応、善意とか悪意は大丈夫ですよね。 え、一応それ、あの、今日講義じゃないんで、え、本当に自分のもんだと思い込んでたら、10年で自分のもんなんですよ。うん、じゃあ、使い始めの時は税務貸したんです。ところが途中で悪意になった。10年でもらえます。これはね、大事な知識なんで、え、利害関係入った時に税務貸すがどこかで勝負決まるんです。あの、そうしないと、例えばですよ。じゃあ、こうしましょう。皆さんが自分の土地になったと本当に思ってるんです。税務貸して。私、皆さんち遊び行ったんです。 えー、いい土地だねといいだろう俺の土地だぞといいないい土地だななんか私ムカッと来てね当本あげたんですよそし違う人の土地なんですよあ、えー、いつの土地じゃねえじゃんとで皆さんに報告したんですお前さ自分の土地だって言ってたけど違う人のもんじゃんと違うじゃんとお前無責任じゃんとんなことに本当だと気付いちゃったんですね人の土地だってはいそしたら残念ながら20年になっちゃうと今まで3年全員向かして占有したけど 17年経たないともらえないっつったら私のことを恨みますよねそうなんです善意無過失で占有してたら途中で悪意になっても影響ないんですこれ民法の考え方ではいろんなところに使われるんです例えば詐欺取り消し、ね、第三者善意無過失だったら騙された人って返せって言えないですよね,ね最初に善意無過失でも途中で悪意になったとしてもやっぱり返せって言えないんですよ後から悪意になっても要は利害関係入った時に全員無過失かどうかが勝負なんです うん、そうしないとねこれ悪意になったら残念返さなきゃいけないとかえ悪意になったら20年延びちゃうっていうとこれね日本という日本人という国民性がね本当のこと言わないでと本当のこと知らせないで余計なこと言わないでっていうね、うん、真実を知りたかない人種になっちゃうんですよ、うん、だからこれ途中で悪意になっても影響がないっていうすごく考え方で大事なところなんですそれを見ておけば2番だということでねまあできたっていう方が多かったんでしょうね うん。という問題です。だから取得事項をね、ある程度やってれば、ここのところはピンポイントでいけた。うん。まあ、どっちかというと取ってほしいというか、取れるべき問題ですね。というのがこちらです。11番。正当率69.4%。まあ、やっぱ大事な問題ですね。で、これ、4番が丸です。A と B が期間丸にあたり、はい、最初に更新する場合、更新後の存続感を15年と定めても20年となる。丸借地借下法において、最初、 建物所有で土地貸すときは30年って聞いたことありますね。最低30年。で、30年経って更新ってなったら、更新のときは20年最低期間。で、20年経つともう30年経って更新1回して20年経つともう貸してから50年なんですよ。30のときに貸したら、か60、70、80ですよ。また20年とか言ったらもう生きてないじゃないですか、この世にきっと。え、10、10、10、10、10でやるんですよね。 あ、そうだ。30。20。10。10。10だということは20年だ。丸もう絶対こう,いうんですね。うんで、あとまあ間違えるとするとん、うん。そうですね。まあ、1番で土地の引き渡しを受けていれば勝てる。これでね。建物だと引き渡しでいいんですよね。でも、土地だから土地の場合って賃借権の時か借りてる人が建物の時、自己名義の引き渡しじゃ足りないですよね？ といういだからこれもうパターンでね、着々掘って引き渡しでも勝てる、勝てるってやってると、それ建物だからと。今、土地だからと。土地と建物全然違うんで。そこで気づけて、引き渡しじゃダメ。やれてほしいですね。あとは、増減を行わないという特約をした。はい。不相当になった時でも、当該契約、増減を請求できない。これ、わかります増減を行わないって言っても、減の部分は無効なんですよね。管理主不利だから。 だから、減額しない特約とかしても無効、減額請求できるんですよ。増額しない特約は有効、増額期間できませんけど。減額しない特約は無効だから、いやいや、減はできるでしょう。減はできない、罰。これはね、2番引っ掛けだけど見抜いてほしいですね。もうパターンなんでえ。減額しない特約ってダメだよね、とえいうところでやってほしいと思いますね。あと3番目。はい。これ、B の債務振り子により解除された。うん。 BYA に対して買い取り請求ができないと定めても、この合意は無効となる。いや、これ裁判判判例通りです、これ。悪い奴保護しないんで、悪い奴にこれ、買い取り請求なんてさせる必要ないよっていう、要は不利っぽくないです。だって、債務不履行やってるんだから。債務不履行した人が、当然買い取りなんてできませんよね。それを特約で決めといても、無効となるいや、ならないよと。え、条文判例通り、法律通り、ルール通り。 ルルール通り特約定めでも何の問題もないここで何かいかれちゃった人もいるかもしれませんねいやなんか仮り主不利っぽいなといや債務不履行で買い取り請求できないって別にこんなの仮り主不利じゃないですよ債務不履行しなきゃいいんですからというところで罰×まあ結論としてどこに行っちゃって間違えたか分かんないけど4番これは取ってほしいですただね借地借地借地法ってそもそも,もう毛嫌いされるんですよいや他のところの方が簡単じゃんいやいや点数取るのに借地借地法権利関係の中では絶対取り合わせよう。ね えー、これはね、なんとかしていただきたいなという、そういう問題でした。次、問いの12。正答位率61.3%。まあ全体としてはです。ただおそらくね、合格者正答率はね、相当高いんですよ。で、不合格者正答率は低いんですよ。合否分ける問題の代表格です、今年の。この問題って。うん。じゃあ何が、何が、何が罰ツっつったら、これ、 3番が×なんです。でとりあえず1はもう丸かなぐらいいです。これね過去問見たことないと思います。A が C に建物売却したえでも賃料全額払ってたんですすごいですねまとめ払いしてたんですね。え,えその場合 C に対抗できる知らないようなんですよ。ただ考えてください借り主が全額払ってたら後からやっぱり払ってくれって所有者変わったから払ってくれって嫌ですよね借り主もね。いやこれできないとおかしいんないと。うん丸かな 罰にはできない感じです。この一番は、ハテナでもしょうがないというか、ハテナです。丸かないや、罰にはできないな。じゃあ、次行ってみようでしょうかね。で、これ、賃料改定特約がない場合は、増減額請求できる。別に、定期建物賃貸借でも、増減、相場と変わったら増減できますからね。あの、特約があったら、定期建物賃貸借だと、減額しない特約も有効になるって聞いたことあります。あそこに引っかかられちゃったかもしれません、2番ね。 いや、普通増減できますから。この2番は、い別に特約がなければできんじゃないの。まるだろうと。うほんでね、3番なんですよ。いきます定期債務賃貸借。A は、転勤療養、やむを得ない事情があれば、B に対し、解約申し入れ、申し入れから1ヶ月経過することによって、本契約を終了させることができる。ああ、そうそうそう、やむを得ない事情があったら1ヶ月で、うん、終了できるよね。まるにして、何も気にせず、まるにしちゃった方は、 一番大事なところを見損なってます。どっちが貸主かです。A、所有の建物を B に貸してんです。A、大家です。大家が転勤療養をやむを得ない事由があれば、借り主に対して出ていけって言える。言えるわけないでしょうですね。要は、貸主と借り主を取り違えるって、もうね、ありえない間違いです。ということで、間違えた方には大変申し訳ない言い方でごめんなさいね。もう俺間違えたら無理です。 うん、だってもう一番根本的なところの問題ですからえ、まあ、ちなみにねうちの講師でも間違えたやついるんでね笑ってやってくださいちょっと誰とは名誉のために言えないんで全国中継だと忘れてたから言おうと思ってたんだけど言わないんでえ間違えてやついるんで、まあ、眠くてしょうがない時やる気ないと間違えんですけど講師もね、うん、でもこれねあのこれは間違えちゃう受験生はいかんのですよえという問題でしたあと4番目、はい、定期建物賃貸借増額買取請求終了するときに付加した増額を置いて買取請求できる。 まあ定期でもでもきますね。定期だからできないなんて話ないですもんね。うん。まる。だからまあ定期建物賃貸借という前提で2番とか4番とかちょっとねとあと1番が果てなのはあってもやっぱ3番で見つけられないといけないっていうねそういう問題でした。だからこれ61.3でも合格者の生徒やったちはもっと全然いいですから、えー、取れてんですよ。うん、逆にもう着々化法難しいからいいやっていうね。 権利関係でも釈知釈迦法は絶対二問出てそしてやらなきゃいけないことも絞られてて過去問しっかりきっちり潰せば業法と同じようにできるというえこれはねもう絶対だから権利関係の中で賃貸借釈,釈迦法もう三問ね全部取りたいですうんこれ取りたいです え、計算するためには、やっぱ7問、8問、9問って取るためには。だからこれね、落としたら、やっぱりいかんと、え、いう認識で頑張ったのはいいと思います。じゃあ次、建物区分所予報は、正答率が50.4%。で、ランク B ランクにしてるんですが、あ、ちなみに12番は A ランクですからね、当然ね。で、これ、問いの13は B ランクにしてるんですが、何がね、元凶かっていうと、この2番、3番は×で、ほとんどね、できてらっしゃるんですよ。 もう、一番なんですよ、これ。あの、ちなみに四番が丸です。で、一番がツです。で、この一番は、あれ丸じゃないのってなりそうなのが、いますよ。共有部分の変更。はい。区分所有権及び議決権の四分の三以上の多数。これ、あの、言いまし難しいけど、大規模の変更のことですよね。じゃ大規模の変更四分の三だけど、区分所有者の定数は、規約で二分の一以上の多数まで減ずることができる。 あそうそうそう。なんか半分まで、所有者は半分までいけるって言ってた。議決権は動かせないけど、えー、これ半分までいけるって言ってた。あ、この1番丸、あれ4番丸、どっちにしよう。まあ1番の方が見たことあるからって言って、やっちゃって残念でしたと。これね、結構きつい引っ掛けです。今まであまり見なかった、2分の1、バツ、過半数です。過半数です。過半数と2分の1は違います。2分の1以上って言ったら半分以上。 半半半分分分ぴぴっったたりりでもの以上過半数は半分ぴったりじゃだな,なあ、これ日本語の問題というかどうです普段え2分の1以上と過半数なんて普段使い分けてます日常生活で。いや2分の1ぴったりだから過半数いってないなとかってあんまり場面出くわさないじゃないですか。 だからね、ここのところノーケだった方もいるんでしょうね。でも、カゴモンちゃんと言ってて、区分書用もある程度見てると、あれ、過半数って言葉じゃねえかってね、ピピッと来ると、4番で丸いけた方はいたんでしょうね。うん。だから、この問題なんかは、2、3をツにできたら、もう1、4でどっちかうんで、え、当たったという、それでいいようなものです。ただ、今後は2分の1と過半数は違うというのは、もう出てんでね、え、もう出てんでね、やれないとまずいですよ。 うん、だからねこれなんで年々難しくなっていくか達研試験って過去問に出た出たところは受験生合格する人はちゃんとやってくるやってくると初めて出た時は難問だったけど2回目3回目4回目ってなるともう定番になってくるんですよここは知らないよという、えー、だからもうね20年前私は工事始めたの20年前ですけどねその頃とねやっぱり知っておくべき式1.5倍になってますその頃と比べて、えー、同じ試験なのにそうじゃないと受からなくなってるだから年々難しくなるからもしね またやるよ。ええ、今年の1二月、もしくは来年、ええ、頑張ろうっていう方は、早くた受かった方がいいですよ。ええ、そうしないと年々難しくなっちゃうね。うね、ん。早いうちのがいいです。問いの14いきます。はい。問いの14は C ランク33.6%。あ十50%切った珍しかった問題ですね。で、これ1番が丸なんですけども、敷地権付き区分所有建物ってマンションです。 で、そもそも不動産投機法でマンションの投機が出ると、うん、ちょっと難しいなん、なんだけど、しかも今回は、これ、例えばデベロッパーってわかりますよね。マンション作った。売り主の会社です。が、新築でマンション買った。じゃあ皆さんが買った。そうすると、本当は、デベロッパーがね、表示の投機するんですよ。ちゅうことは、表題部に載ってる人が保存投機入れるっていう大原則が、マンションの場合は、いきなり買った人が保存投機入れれるっていう特別ルールがあるんですね。 でそれは何度か出ててそれはご存知でもこれなんです保存の登記申請ができない承諾でなければできないこの敷地の登記名義の承諾でなければできないこれは宅建試験では触れられてないんですよだから難しかったんですだから実際ねこれね例えばマンション新築で買ったらあの土地って大体デベロッパーが持ってるんですようん保存の登記するっていうことは土地は移転されてるんですよ うん、だから承諾が承諾書っていうのがいるんですよ。うん。ただね、マンション新築で買った人も、こんなもう司法書士に直接渡しちゃうんでね。もう承諾書だって見ない人も多いんですよ。だから知らないし、そもそも出てないし、だから難しいっていう問題です。だ今年できなくても、全然問題がない問題ですえ。ということで、はい、これ。まあ今後ですよ。マンションって新築で買った人はいきなり保存登記入れられる。でも地面は売り主のもんだから。 その部分は承諾書がいるへえそうなんだと持っていけたら持って,てくださいまあ多分ねもしね何年後が出たとしても正答率は5割超えるか超えないかの微妙なところ合否分かれないものですうんだから復習の時に気にする必要はないというのは申し上げておきますでは次いきます今度ですね問いの15ですね正答率40.3%今年法令上の制限で2問落としてもいいところかったここと区画整理 これはね難しいです。なぜならテキスト載ってないじゃんなんですよね,ね。テキスト載ってない過去問に出てないそれはね無理ですよ。えーまあ、講師の先生によってはね考え方ちゃんと持ってるができるって無茶だって言うんです。お前は知ってるけど受験生はそんなの知るわけねえだろっていうねこれはもうできなくてもしょうがないところなんです。ただですよこの問題って1番、はい、地区計画については都市計画に地区施設地区整備課境を定めるよう務めるものとされている。もうなんだかもう分かんないですよね。 なななんんだか分からなか分らったら果てないでで置いとくべきとこなんですよでちなみにこれ「×」なんですけど「定める」「ようとめる」「もの」じゃなくて「定めるもの」とするんです「定めろ」なんです「ちゃんとやれ」ってことなんですいやこれが出ても次回のところこれ取れなきゃいけない問題にはならないと思うんですけどねただ意外と最近の受験生合格者ってレベル高いんでね来年すぐ出たら「去年出た」みたいにねできちゃうんでしょうねうんまあもしやれだったら見といてみてくださいであと2番目、はい、これ 優勝で譲り渡そうとするもの施工者の許可。これ、一応ね、優勝の時、あの、有料で売買する時は、届け出はいるけど、許可なんていりません。あの、基本、工事に邪魔にならないことってできるんですよ。許可もらわなきゃいけないのって、工事やってるとこで別の工事やるときなんですよ。だから、そういうね、あの、ちゃんと制度趣旨分かってれば、この2番は、罰かなっていける方は、それなりにいたと思います。うん。あの、ただテキストを、ただ丸暗記でやってると、無理ですけどね。 でもいやー許可とかいる場合ってこういう事業やってるところでね他の工事やるような時邪魔になるから許可がいるでも今回売買は邪魔にならないから許可はいらないんじゃないかなって罰かなってできるといいなですであと3番目第二種住居地域中高層ってもう絶対罰ですよねえなんか一番がこんな難しいのになんで,なんでこんな3番簡単なのにしちゃったんだっていうぐらいもういいあれですよね主として住居もうこれキーワードでいけるまあ昔ながらの定番ですあと4番目 市街化調整区域、地区計画。えー、まあ調整区域って自然残すとこだけど、当然、小さな町づくりで地区計画いけます。促進することがないと、都市計画にかける市街化を図る上で、ょうがないよう定めることとされてる。読んでてね、突っ込みどころないと思います。だって、調整区域って自然残すとこじゃないですか。促進しないようにしていくしょうがないように定めるいやー、突っ込みどころないなと。だからね、この問題って、生徒率40.3だけど、 3番「×」そして2番「趣旨から考えて×」どっちかなって考えたときに「いや4番は突っ込めとこない1番「勤める」いやでもなルールだから「勤める」とかそんな漠然じゃなくて「やらなきゃいけないかな」とかねそれで4番にできたらよかったね」程度のものですでも無茶ですよね出たから言えるんだってえこんなの現場で考えるのは無理ですよね、うん、だからできなくてもいいんです40って3だしでも2と3は切れるように今後はしておきたいと。 しておくべきだと思います、うん、そうすると正当率は50%までに持っていける問題なんですよ。うん、それが合格者のレベルっていうところです。しょうがない問題でした次問いの16都市計画法の問題でこれ A ランクなんだけど61.6%、はい。でこれはですねまあ法律上の宣言って言葉が難しいから大変なのは重々承知なんですが。 取れて欲しかったですね。あの、講義をやってる身からしたら。これね、2番が罰なんですけど、都市計画事業を施工として行う。で、調整区域って自然のコストコだから、基本的に建物だけでも許可がいる。え、ね、こんな開発なんてなかなかやらせてもらえないけど、開発許可の例外にあたるものはやっぱりいらないんですよ、許可。なんとか事業の施工としてって言ったら、許可を受けなければできない、許可いらない罰。もうピンポイントですね。 134どこに行っちゃったか間違えた方は分かりませんがこの2番はこれだってピンポイントで選べるのが合格者ですだからこの問題もし迷ったらやっぱりね基本がななってないです、うん、開発行為の問題は1問絶対取らなきゃいけないんですよどうして他のところに行っちゃったかは分かんないですけどまあその時のツボとか緊張状態かもしれないけどこの2番はこれねなんとかねピンポイントでいけてほしいですね という、まあ、これも合否分かれる問題の一つだと思います。うん。やっぱ合格した正答率は7割、8割近いありますからえ。全体としてはこれぐらいだけど、ね、これは取らなきゃいけない問題だという認識は持っておいた方がよろしいかと思います。次、問いの17。69.0%。で、A ランク。やっぱ取らなきゃいけない問題なんですね。じゃあ行きます。1番が丸。 階数が2で延べ面積は200、そして鉄骨作り、階数が2、木造以外、2階建てという時点で、これ、大規模建築物なんですね。で、これ、大規模建築物だと、大規模建築物だと、大規模修繕、大規模模様替えでも、建築確認がいるんですね。大大建築確認ということは、建築確認がいるかいらないかの問題ではないけども、建築確認がいるということは、これ、着手前に、 確認済み証の交付金だけない。当然です建築確認が必要なんだから当然丸だろうとこれは取れないと停滞ですねもったいないですねこれは取っていただきたい問題でしたでまあ234なんですけどまあ知っといてくださいはい天井の高さです異なる部分がある場合天井最も低いまでを2 1メートルしなきゃいけないこれ2 1メートルっていう数字は合ってんですけどこの 高さが異なる部分がある場合は、低い部分じゃなくて平均です。平均です。あの、そうしないとね、例えばまあ、ここはもうありますけどね、十分高さはね。なんか身長が180とかね、高い方、私は160ちょいしかないからね、もうなんか危ない時ないんですけどね。うん、ちょっと選挙子が高い方とかって、うわ、危ないなっていうところありますよね。うん、違法建築物みんななっちゃうじゃないですか。これね、平均2.1です。過去に出てるから、罰にできた人、多かったんでしょうね。 で、あと3番目。これ、防火床っていうのが使われたってのが今年改正ってたんですよ。えー、でもこんなどうでもいいんですよ、これね。うん。大事なのは、純防火、純耐火建築物の場合、はい、1平米以内としなきゃいけない、耐火、純耐火はやらなくていいっていう。もう過去問で何度も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 ,何度も出てる。超重要ポイントです。 えー、だからまあ防火床、まあ、これね近くのがうちもそうですけどね、まあ、講師大体これ改正点だから建築非常危ねえよって言ってたと思うんですだから見たことあるなと、えー、でもその床が入ったなんてどうでもいいうそれよりも防火順滞化対価順滞化はこれやらなくていいっていねもう過去問に出てるそれをしっかり罰できればよかったねとあと4番目非常用昇降機3 0三3 1ですよねこれもうど定番、えー、もう罰 自信持ってということでこの問題69%だけどやっぱ合格した数は相当高いんで、えー、取れなきゃいけない問題だったということでございますはい問いの18でこれやったら一旦休憩入れますんでね問いの18はい A ランクで正答率が85.2%はい1番目公衆便所巡査出場公益的なものって道路にこれ道路の道路内にできるんですよね でそれを突き出すっていう言い方してますがこれさすがにね許可を得ないでは無理です許可いりますなんかねこれねあの多分テキストとかで独学とかでちょろちょろってやってるとあこれ公衆便所1殺条突き出してできる丸って言っちゃう可能性あるんですよいやさすがにね何でもいいわけじゃない許可は得ましょうよ危ねえかもしんないじゃないですかえっ 許可がいるあこれは罰だなと、うん、これある程度ちゃんとやっればできるんだけどなんか字面だけでいくといやいや間違いそうですねあと2番目近隣商業地域でです、はい、200以上の映画館できない罰これね本当に大事にしてほしいもう私は全力でここいつもやってるところなんですけど大規模集客施設ですあの昔はね近隣商業地域って大規模な集客施設ダメだったんですよ近所の商店街潰れちゃうからところが今いいんですよ、えー、あの黙ってたら潰れてたんで だったら大規模な集客室つけて町おこしした方がいいじゃないですか。だから近隣商業地域、商業地域、巡工業、3つの地域できるんです。あ、これ罰だと。これまあレクとか語呂合わせ作ってないんですけど、ここはね、やっぱね、知識でね、罰って過去問でも出てるし、言ってほしいところなんですよね。で、あと3番目。はい。容積率の算定となる延べ面積、廊下階段、参入しない。聞いたことある丸。ですね。ということで、これはピンポイントで言っていただきたかった。で、4番が、 日英時間の測定は夏至日の真夏の太陽の午前8時から4時8時から4時5時かもしれないとかそんなところで考えた方いませんよねこれねテキスト見てると絶対載ってるはずです,下死時日です時日冬至日冬あの夏至ってね一番昼長い日なんですよ太陽の暖度が一番上に来る日なんですよそうじゃなくて日英季節って冬至日一年で一番昼が短い日です 一番昼が短い日に太陽の暖度って一番低いんですよでどうですか夏よりも秋とかの方が陰って長く伸びるじゃないですか要は日生期生って一番最大で年一回長く伸びた日にこれかかってるかどうかっていうそこが大事なんですよねだからその話聞い,い聞いたことあればいや下肢聞いたことないなこれ陶磁じゃねえのバツって多分いけますだからこの四番もよ八時から四時なんだ初めて聞いてちょっとドキドキしちゃうんですけどねこんな知識は うん、でも、これ、いや、一罰、二罰、三丸、四番、これ、とじぎじゃないの。で、やっぱり、できたんでしょうね。という問題でした。はい、ということで、取れなきゃいけない問題だということで。十分休憩いたします。十分休憩して、また十分後戻ってきてください。じゃ、あ休憩です。はい、それでは、再開させていただきます。問いの十九、見てます。正答率八十二点六。まあ、これは高い正答率でしたね。で、当然、A. ランクなわけですが。 一番、立ち入って測量する場合、拒んじゃいけない。まあやっぱり公的なことやるんでね。あの、所有者の人もね、追い返すのは無闇にやめましょうってことですね。まあ一番は丸。で、二番、宅地を宅地以外、出来上がりが宅地じゃないと許可がいらない。要は宅地造成に該当しない。これも定番なんです。で、三番、この問題、三番がツ。宅地以外の土地を宅地に転用です。で、転用の場合、 あの工事がね2切り道も森道が1メートルとかあるじゃないですかあれ言ってると許可ですけどやんない場合でも転用の場合って届け出がありますよね許可を受けなきゃいけないこれ届け出の場面×昨年と同じ届け出を知ってればできる問題ですねもうなんか大好きになってきてますねこれねあの本当にねあの許可はいるかいらないかの問題出すと生徒率ものすごい高かった届け出の話出すと生徒率あんまりよくなかった やっとなんか分かってくれましたねと。受験生の方が。うん。だから届け出で答えが出るところだから、この3番、できないとまずい問題でした。えー、という問題です。あと4番目。で、これはやっぱり未だに難しいけど、丸なんですけど、許可を受けたものが、工事施工者変更。届け出ばよく、改めて許可いらない丸。これね、警備変更に当たるんですよ。で、何が警備変更に当たるか、えー、これね、あの、工事の内容で決めるんです。 あの工事の中身を変えるときは許可もらい直しです。許可もらった行為を変えるときは許可もらい直しなんです。ところが、工事の施工者っていうのは、工事やる会社ですよね。で、個人的にはね、工事やる会社が、有名ななんか、ね、会社で、有名な建設会社が、なんかしょっぱい工務店とかになったら、大丈夫かなってなるんですよね、心は。うん、でもね、工事の内容変わんなければ、許可もらい直しにならないんです。やっぱ一定の技術ある人がやるでしょうからね。 知らない建設会社でも、ね、だからこれ工事施工者の変更って警備の変更届け出で,でいい丸なんですこれね過去出たことあるんでやっぱりある程度自信持っていってほしいんですが、まあ、とにかく3番で罰できないとまずかった問題だと、えー、この問題は A ランク82.6もう取るべき問題だという認識を持ってくださいで逆に問いの20は C ランク37.7% まあ多分ね、全部全然わかんないよ。バツ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 ってなる可能性はあると思うんですよ、ね。で、これ、まあ37%だけど、まあ過去に出たからちょっと見とこうかなということで、今後のためにちょっとだけお話しとくと、もしやれるとすると、この1番、はい、3分の2以上の同意を得なきゃいけない。で、これ聞いたことあるなーってなったとしても、未登記の借地権に対するものの同意はいらないと。知らないですよね。でもね、 未登記の借地権を譲すもの同意をいらないって言ってる一律言ってるのは罰なんです。なぜなら登記があれば連絡先わかるからちゃんといいですかって聞けるけどえ、登記してないと誰が借りてるか知見者か分かんないですよ。ただね、区画整理の時に申し出てくださいって連絡出すんです。私借りてますと。要は申し出てした人は無事件にできないんですよ、これ。だから登記がなくても、あ、申告した人。 借借りりてる人だっててててるるっっっいう者だだ土地人申告した人を区画整理やるときにえその人にはちゃんと同意がいるので罰一律登記ない人にはダメっていうのが罰なんですあそうか申告するっていう話があったなってちょっとでもやってればねと、うん、ただねあの区画整理ってどうしてもね独学でやってるともうテキストが分かんないんですよ難しくてもう過問で無理やり答えを覚えるしかないっていうねそういうやり方だと、うん、無理ですね。 うん。だから、これなんです。うん。だから、できなきゃできない。しょうがない。でも、ちゃんとね、お勉強すると、まあ、一番は切れる可能性あると思うんですね。あと、二番目。組合の半数以上が出席しなければ開くことできない。知らないけど、知らないけど、こんな少ない人数でやってもまずくないですか半数以上じゃなきゃいけない。知らねえなと。はてな。でも、これが丸なんです。まあ、罰にはできないとこでしょうね。ツにはね。だから、自信持っては無理だけど、いやわかんねえな。丸にしとこうかな。わかんないから、はてなと。 うん、で、3番。これはね、完全にセンスです。この問題見たときに、組合の、あ、違うない付加金ってこれ、あの、参加費みたいなやつですね。え、ね、この付加金を徴収する場合、額は、組合員が有する宅地または、借地の、地席に関わらず一律定める。なんとなくですけど、大きな土地持ってる人の方が金持ってそうじゃないですか。いや、お宅でっかい土地だね。がっつり取るよ、と。ちっちゃい土地。いや、かわいそうにちっちゃいね。ちょっとでいいや、と。 なると思いません、これ。要は大地主もちょっとだけ土地持ってる人もみんな同じ金額ってなんか不公平じゃないですか大体この法律の流れってまあ区分所要もそうだけど部屋面積の割合に応じて変わってきたりするじゃないですかしたら知的にかかわらずって罰かな罰かなというもう知らなくても罰かなっていうそういうセンスです ってやれると、ここは、罰に行って、で、4番。なんだかさっぱりわかんなかったと。えー、これあの、組合の施工する事業に参加希望する者の,のうち、えー、参加するのに必要な主力、信用を有する者であって、定款で定めたものは、参加組合として、組合員となる。なんだかさっぱりわかんないと。うん。でもこれね、罰なんですけど、実は、これって、組合員と参加組合員っていうのを、言葉違いを、ちゃんとやってたかどうかなんです。 でね、あの独学でできないと思いますよ難しいと思いますよでもあの一応言っときます組合員っていうのは地権者なんですよ土地の所有者とか地権者なんですよで参加組合員っていうのは参加組合員これねあの公的な、まあ、都市再生機構とかねそういう街づくりの専門家の団体なんですよ参加組合員って要は大体この参加組合員にちょっとさ住宅足りないからさ作ってよみたいにね、うん、まあ希望というよりお願いしてね参加してもらうんですよ その人たちに参加費取っちゃまずいって話なんです。だから、付加徴収できない。じゃあ、視力関係あります関係ないんですよ。参加費取れない人は視力関係ないからバツっていうふうに、あの、言葉をね、過去出たところを一個一個やってると、そこで導き出せるという可能性はあります。でも無理ですよね。うん。だからこれね、いや、これは取れるべきだっていう先生もなんかいらっしゃるんですけど、おかしい。 そこまでやれてないから受験生の方ってだからこの問題もう一回いますできなくてもいいも題です、えー、ただ言葉として、ね、ちょっと勉強してて興味持ててちゃんと正しい理解をしながらやっていくとできるんですよ、えー、まあ独学はちょっと厳しいと思いますけどねという問題でしたでもできる問題かできない問題かったらあの卓研試験のほとんどってやっぱり独学が多いんでね、えー、そうするとやっぱりできないのは通常でしょうね ならできなくても大丈夫でしたという、それは言っておきます。で逆に問いの21、正答率95％、当然 A ランク、もうね一番です。農地の売買について許可を受けずに売買しても効力生じない丸。ちょっとね私もねいやあのやっぱ毎年受け聞くんですよ。あの答えは適当にしないと受かっちゃうとなんか大変しくだね。でこれあのやった時にびっくりしました。えなんかあるんじゃないのと。 こんな簡単なのが正解してえありえねえんじゃないのとどう見てもこれなんですよねもうねどうしちゃったのっていうぐらいですよだからあまりにもねあの優しい問題がね優しすぎちゃったんです今年もうちょっとなんか勉強した人がこう過去問でねしっかりやってないとできなきゃいけないような問題出したらいいんだけど、うん、やっぱね改正点が大きかったから改正点難しかったえでもその代わり点数取らせなきゃいけないから行法制限を簡単にしたっていうねそういうからくりで思った以上にみんな取れちゃったと えー、だから合格点の点数が上がっちゃったというねまあ向こうさんはね改正点はもうちょっとできねえだろう共通錯誤とかもうちょっとできねえだろうって思ってきたんでしょうねもう最近は講義だけじゃなくてね YouTube とかもいろいろやってんじゃないですかそういうの見てねやっぱ情報収集できちゃうんですよねうんだからレベルが上がってるんですようんということでねこれいやこれ随分ですよねなんですけどあと2番目は市街区域内ですね農地転用した後に農業委員会 あとじゃ遅い。あらかじめ農業委員会届けて。これ過去2度目です。え、あらかじめっていうのか。農業委員会に届けててりゃ許可いらないんだけど、あとじゃダメってやつですね。あと3つ目、相続により農地取得、許可を受ける必要がある。相続罰まあ、せめて相続した土地を転用する時で許可いるっていうね。そっちの過去問題なんとか出てる方の方がちょっと引っ掛けなんだけど、もう引っ掛けもないもないですよ、これね。相続いらないでしょうと。あと4番、抵等権許可いらない。 いいいらなすすごい重要ですよね何度も出てる。というこの問題を間違えたらどうしちゃったんですか5%の人と、えー、いうような感じの問題です。ということで取れなきゃいけない、まあ、農地法はそもそももうちょっとレベル高くても取れなきゃいけない問題ですけどねこれは絶対の問題です。というの20にいきます。国土、はい、A ランク正答率88.6%すすごいですね 88%。え、ね、まあ、これ回答速報に来た人なんでね、やっぱりレベルは高いんですけども、88.6で一番が丸。A が所有する市外化区域、はい、1500土地購入した、B は届け出を行う必要はないが、うん、2 5十2 0 0 0ですもんね。1500だったらまだいらないですね。はい、C が所有する調整区域内の6000の土地について予約した場合は、届け出がいる。予約でもいりますよね。で、250, あ、 市街化調整区域は真ん中の5000だ。6000だったらいるな。丸。前半も後半も自信持って丸。という正解詞の取り方ですね。もう1番で自信持っていっていただきたい問題でした。で、あと2番は移転登記を完了した日から記載して2週間。完了した日じゃない。契約から2週間です。この、と、国土利用計画の届けのタイミングは契約から2週間です。もうこれはもう定番です。 え2週間というよりも起算点のが大事なぐらいこれはもう定番なんですだからそうそうそうだ,そうだ予約完結権の行使とか登記完了の日とかそういう起算点じゃなくて契約からだよねバツ3つ目はい贈与した届け出を行う必要がある贈与ツ国土利用計画を追って値上がりさせたくないんですよ贈与ってただなんですよあっただなただだから値上がりしないじゃんじゃあ届けていらないじゃんっていうね あのこれも、ね、国土利用計画がお勉強してる時にあのもし独学でやろうと思ってる方は、ね、知っといてください値上がりするかしないかで大事です値上がりするような行為だと届けていいんです値上がりするような行為じゃない例えば相続もそうだし贈与もそうだし時効で取得もそうだし値上がりしないようなものは、ね、届けてないようになってませんかあ贈与はただだから値上がりしないよなあということは届け出は必要ない罰4番目 I が所有する土地価格ぐらい1万の土地と J が所有する調整区域の1万の土地を交換した場合、I、届け出をする必要はない両方とも1万いってんだから届け出取得する方両方ともいりますね<罰>まあこれも普通にやってればできるというこの22はもうむしろ個数問題でもできなきゃいけないというねそんな問題でした次問いの 23A ランク94.1% で今年税金の問題が印紙税ともう一問が不動産取得税っていうね,、えーまあ、ねこれねあの資格の学校どういうふうに言うかわかんないけど適中とか言ったらね恥を知れですよ当たんに決まってんだろうっていう問題ですこれ両方とも,もうどこもみんな予想してた通りのねもう受験生だってこの回数的に見て交互にったら今年はこれだろうっていうもう誰もが予想してたもうドテーマンしかも両方ともできる問題出たんですよ。 だからもうね最近は税金を捨てるという選択肢はないですただ税金でも例えば贈与税とかねもういらんわって言っちゃうところあります贈与税もねあのここが出たら取れた辺がいいんじゃないのとはあるけどもやっぱり全体としては難しいですえでもこれはね両方ともねやっぱ取れてほしかったなの問題しかも問いの23は3番 <laughs> 国売主株式会社買い主ですえ1通ずつ契約書を保存する C 社が保存する方には印紙で課されない丸 これ一般の会社が持っている保存する金庫に入れている方は国が作ってはいどうぞなんですよ国は印紙貼る必要ないです逆に国側に置いておく国の金庫に置いておく契約書は会社が作ったことになるからえ印紙貼ったんですよなんとなく一般の人が持っている方が切手みたいなあの印紙ね貼ってありそうじゃないですか逆なんですよねこれもう印紙税では定番の問題なんですね だから、これはなんとかね、頑張って欲しかったね、っていう問題です。で、ちなみに一番は、1100万バツ。消費税は抜きの金額で考えます。あの、これ、印紙税って、この、記載金額って、値段が高い契約書の方が、印紙税高くなるのは聞いたことあります、ね。うん。税抜き価格であります。消費税入れちゃうと、税金に税金かける二重課税になっちゃうんですよ。だから、消費税抜きの額で、印紙税は決まる。え、バーツ。 二番目、四千万円いや、五千と四千。高い方の五千、四千じゃない、×。交換は高い方。うん。これも、土定番次、契約間十年、月額十万円、権利金百万円。はい、土地の賃貸借契約書。建物の賃貸借契約書はそもそも二次税重ねません。えでも土地の契土地の賃貸借契約書は、借りる権利を買おうかね。権利金の額が、記載金額です。賃料関係ありません。 保証金かけませんえ。借りる権利を買う時の権利金100万円が記載金額となるだから1300じゃないですよえなんか家賃が10万円でえ10年間 12×10 で千2 0 0で100万円で合計1300来たみたいな来てませんえ権利金100万円が記載金額これも定番ということでこの印紙税が出た時にはよく出る内容ばっかりだから正解できてるんですね ということで、できなきゃいけない問題ということで、はい、ご認識ください。問いの24で、これちょっと落ちちゃったんですけど、正答率が68.7%。1×2×3×40、はい。で、まずあの1番目は、これ、住宅以外の土地。で土地はね、一律ね、3%なんですよ。4%じゃない×。まあ、お勉強するときに、これねい、この税金のところって、あんまり早い時期に頑張っても、どうせ忘れるんでね。 どっちかっていうとどういうところが問題出てるかなっていうのを早い時期に見てえやるべきとこを確認してあとは直前ラスト大体、うん、いいねこの取得税とか印紙税なんかはそうですね大体いい試験の3日ぐらい前にバーッと見直せば当日取れますってえちょっと自信がないなっていう方はもうちょっと早めにやり合いじゃないですかとりあえず3か月も4か月も前から印紙税とかねこの税金やったってどうせ全部直前期に忘却の彼方になってからどうせやり直さなきゃいけないんだから。 効率考えたたら直前ですねただ捨ててはいいけないこれ取れ取る問題です、はい、あと2番目一定面積に満たない土地競争な競争、ちっちゃいんですね、不動産の取得者に対する税金の観点から課することができない、これ、一定面積だからできない罰です、あの10万未満、10万、20三30に聞いたことあります、免税店で。大価格金額によよりますよねだから、面積で、一定面積でちっちゃいから課されないっていうのはないです。 何平米未満だと課されないとかはないです。要は、この価格です。値段です。10万円未満だと課されない。ということで、これも出たことがある、出題実績があるから取れてほしい。あと3つ目、改築、増加、価格が増加、課されない、×。財産が増えたら取得税はかかる可能性あると思ってください。かかると思ってください。だから裏を返せば4番。これ、分割前、共有物分割です。超えない部分の取得であれば課されない。 財産増えななきゃ貸されない丸ですこれも実は過去問ででですすよよ、うん、出てるんですよ、うん、でも取得税のところでテキストにこんなの載ってないよと。えー、あの載ってないからできないというよりは取得税というのは取得して財産が増えただから取得税かかるんです。超えないんだったらかかんないんじゃないのって言ってほしいんですね。だからちょっと正当率印紙税より落ちたのはやっぱりこれそんなにバンバン4番が出てるとこじゃないから。えー、テキストに書いてある本も少なかったから。だから難しいけど過去問です。 えー、ということで、やっぱできてほしいな。過去問をしっかりやればできてほしいなの問題でした。次、問いの25。はい。A ランクなんですけど、あ、ちなみに24も A ランクですよ。で、25A ランクなんですけど、これはね、87.5%。正答率高いですね。うん。ただ、一番は、これ、もっともとの使用を前提としてって難しい言葉でね、なんか書いてあって、最有効使用の原則直接じゃないから、 なんか留意すべきであるって書いてあるけどわかんないなと多分ハテナだと思います大丈夫ですハテナでええー、ちょっとわかんないなと,あと2番目工事完了してない場合でも完了全体として鑑定評価を行うことがあるあの鑑定評価の世界って仮説立てるんですよね出来上がったらどうかなとかってねいやー知らないけど完成してない場合でも完成した後を考えて早くやるってことはあるんじゃないかな知らないけどハテナうんハテナです ハテナで流すってのは大事な能力ですからね。これね、わかんない問題をずっと考えるって、一番受験に向かない人なんですよ。わかんない問題を潔く飛ばしてください。どんどん。それが受験のテクニックというか、受験であるべき姿なんで。いや、わかんないな、ハテナ。3番、特殊価格、市場性を有しない。あ、だったら文化財とか、あ、これ、え、いいんじゃないのえ、丸かな。これはちょっと丸ってある程度自信持ってほしいですね。で、4番目、原価法です。 はい、今作ったら今買ったらいくら買ったやつです対象不動産が土地のみである場合には使用できない使用適用することはできない罰あの過去問ですしあとは鑑定評価って一応にこうなんですできないとか無理とかすべきではないってツが多いんですあの鑑定評価ってとりあえず仮説立ててもなんとかいろんな方法をやってみようといろんなやり方で検証してみてそれで値段を鑑定しようっていう方向性があるんですよ だからできないなんて言い切ってんのは罰です×です土地なんかも造成工事があれば原価法使えるんです工事の人工代とかちゃんと入れられるんでね、うん、だから土地いや本当に土地で全く何も動かさない土地だったら無理やけど工事とかやってるような土地だったらできるから×という、まあ、解説正しくすると工事とか造成工事とかやってればできるから×っていうことですけどね、うん、少なくとも鑑定評価はできないなんてもう生きて無理なんて言い切ってんのは罰×。 という流れが過去問やって分かっているだけで取れる問題なんですよ。だから、一番二番難しいけど、あ、これできないとか言い切ってんの罰だな。過去問で見たことあるし、これは言い切ってんのは罰だなっていうやり方ですね。うん、ということで、取れた方が多かったということです。まあ、自信持っては、なかなか一番二番は難しいから、やれなくて、結構。次、問いの二十六。さあ、いよいよ宅建業法です。で、この宅建業法、今年が、あの、私もね、優しかったとっいう言葉を使いたくないんですよ。 うん、あの優しくはないですよ最近の試合はただね個数が少なかったんですねこれは受験生で言ってやっぱ大きいことなんですよであと「覗く」っていうねこの表現がいやらしいなっていうのはあるけども申し訳ないけどあれはできなきゃダメです、ね、ちゃんと例外って意味がだから結局過去問の答えそのまま覚えてるやり方だと過去問だけだと多分ねギリギリ合格に足んないぐらいになっちゃうんですよね、うん、だから今年ね例えば35点とかいったらそれなりにできてらっしゃるんですよね それでも勝ちきれないのはやっぱり過去問をね過去問のまま覚えてるだけなんですよちゃんと理由が分かってしっかり一問一本罰をつけれる丸の足だったらどうやって書いたら俺間違えたら私間違えるかなんてねもう過去問をしゃぶり尽くす徹底的に、えー、過去問を題材に勉強するのが大事なんですだから過去問やれやれ言われるんじゃないですかこれは本当ですなぜなら過去の出た問題は大事だから出題されるんです大事なところがまた出るに決まってんじゃないですかでも出方は変えるんですよ 言いましょう。だから過去問そのまま覚えてもダメですよってね。うん、それは勉強法としては分かっておいていただきたい。じゃあ他県業法もあります。はい、問いの26正答率96.5。すげえですね。これじゃあ行きますね。1番バツ2番バツ3番丸4番バツじゃ。あまず1番目はい。b 社 a 社が消滅したから、30日内に届け出れば消継できる。いや届けでは消滅会社でやる。 A 社がやるから B 社じゃないっていうのが罰とそもそも承継ができるというところができませんからね。取り直しですからね。うん。この一番はどちらも罰。二番目。信託会社が、はい、宅建業行ったのもうとするときは大臣免許を受けなきゃいけない。信託会社とか信託銀行は免許はいりません。あれでも大臣に届け出はいるんですよね。 信託、えー、会社信託銀行さん、まあ、皆さんの中にも働いてる会社いらっしゃるかもしれませんけど信託って財産不動産とか預かって運用してくれるんですよもう託研業やるの前提みたいなところなんですよねでしかも託建業者よりも信託銀行信託会社ってはるかにレベルが高いというかねはるかに信用ある会社です人的にも、ね、経済的にもこの経営的にもね、うん、だからね免許いらないって言います あ、そうだ。じゃあ、届け出がいるって言ってたら、でも免許はいらない。×、定番ですね。三つ目、個人 C がです。分割して宅建業者に販売代理をお願いした。これ、販売代理をお願いして業者が売って売って売りまくっても、これ、免許を依頼した方は受けなきゃいけない丸。代理人がやったことは、依頼した人がやったことになる。自ら運輸として免許いる丸。これも免許いるいらないでは定番ですよね。うん、丸。あと、四番目。はい。この問題で間違える可能性あると思います。 オツ県内に2以上の事務所を設置して事業を営むもうとするときは、大臣に免許が申請しなきゃいけない罰。オツ県内に2以上の事務所。一つの都道府県内です。あの、これ、高県、オツ県と都道府県またがると大臣免許ですよね。でも、オツ県に2箇所、3箇所、4箇所って増やしても、大臣免許にする必要はない。だから、この3番ある程度自信持ってこれだって選べないと、4番に持っていかれる可能性あると思うんですよ。え、ね、あ、2以上になったから大臣、まあ、ると。 残念あるのはおつけんない、両方じゃあ、知事免許のままです。免許買いはいりませんっていうね、うん。引っかかっては絶対にいけない問題だけど、4番あたりが一番引っかかるかなと。えー、まあ、いう問題ですかね。次、問いの27。やっぱり個数だとね、ちょっと正答率が下がって、はい、68.2%。もう、両方は全部 A ランクだと思ってください。もうランク書くのめんどくさいんで。えー、で、これ、 まず、あが、罰、いが、丸、うが、丸、えが、罰なんですが、一番というか、あ、見ますね。代理依頼されて広告を行う場合、はい、取引対応として、代理がということを明示しなきゃならないが、ですね。その後、注文を受けたときは、広告を行った時点と、取引対応を変更がない場合を除き、自体なく注文者に取引対応を明らかにしなきゃいけない。そうそうそう、注文者にしなきゃいけない、丸ってやっちゃったのが罰だったと。除きが罰です。 変更がない場合を除き、変更があろうとなかろうと、これ、注文の時も言わなきゃいけない。えー、広告注文両方言わなきゃいけない。除くななんです。だから、試験の問題を読み飛ばす人って合格しないんですよ。キーワード読みって呼びますけどね。あの、法令は結構キーワード読みでもね、当たる問題多いんですよ。でも、権利関係と業法は、キーワードで持ってっちゃ絶対ダメなんです。 急いで、ね、あれ、こればーっと読んで、注文者にって明らかにしなきゃいけないあ明らかにしなきゃいけない、丸と。じゃあです。覗きっていうのが入ってるから、バツなんです。注意力勝負です。だからこれね、あのー、やっぱりこの穴あたりを丸にしちゃって外したっていう方は、いや、覗きなんていうのは古速だよと。古速じゃないです。普通の問題です。これ見れない読んでないだけなんです。言い方悪いですけど。えー、ちゃんと読む。問題を読む。問題を読むのは試験の基本ですから。 え、読み飛ばさないでくださいねってことです。で、特に個数,個数問題っていうのは、あの、一回しかチャンスないんですよ、見るのが。あの、正しいものを選べ、誤ってるものを選べだと、1、2、3、4見て、あれ2つ答えが出ちゃったと。あ、全部丸になっちゃったってうのもう一回見れるチャンスあるじゃないですか。でも、個数問題ってもう、ワンチャンス、一期一会なんですよ。もう、青を一瞬でパッと丸にしちゃった瞬間、もう、救いようがないんですよね。だからね、ちゃんと読むというのは、姿勢で捉えてください。 やっぱりここのところはね、大事な問題ですね。あと2は、うは、まるっていうのは、これはごめんなさい。知識はね、ちょっと家帰ってやってください。えー、勉強してたら普通にできると思います。あと、え、許可の申請をした後でなければ、広告しはならない。これね、確かに後じゃなきゃいけないけど、後ならいいのかって話です。申請して許可が降りないとダメです。申請した後でなければ、申請した後でいいってもじゃないです。だこれも難しいですよね。 いや確かに許可を下りるのは申請の後じゃないですかと。いやそうなんだけど、じゃあ申請書出したらもういいんですかだめですよね、うん。だって申請して許可が下りなきゃだめなんだから許可があるまではだめなんだから後でなければ、うん、これはやっぱ罰だと、えー。これはちょっと私もやりにくい問題かなと思います。まあどちらにしろこの27、あい,あいうえ、あえ、罰のところもう一度見直してみてください、えー。ここのところが勝負ポイントでしたということです。次問いの28 89.2%当然 A ランクです。でいきます。まずは、宅検誌合格したものは合格から10年以内に登録を申請しなければ無効となるわけないでしょう。一生有効です。えー、合格してそのまま全然放置しても問題ありません。合格は一生有効です。はい。次、宅検証の有効間の申請は92日前から30日前に申請する必要がある。聞いたことある93あ丸と。×、宅検誌証です。93十は免許。 業者免許業者免許と取引所の違いが分かってなければ合格する資格ないですっていうかそもそも受験してしてほい,ですそうい,うしないこれね宅建業の免許って例えば皆さんが不動産屋をやろう自分でとそういう時にもらうのが宅建業免許じゃあ取引所資格は従設とかやれる資格ですよね全然別ですからね9030はこれ業者免許の更新の話でしょうと。 うん、でちなみに取引証の場合はじゃあ皆さん合格して取引証をもらったら5年に1回知事の講習って受けるんですよえー、満了前6ヶ月以内のものを受けると要は6ヶ月前から受付開始ですだから、まあ、せめて6ヶ月ですよねここでたらねうん9030はこれ業者免許の話3つ目重説の時は、はい、請求の上にかかわらず取引証を提示しなきゃいけない全保系取引の関係者から請求があった時も見せなきゃいけないツッコミどころなし丸ええー 4番目、公検知に登録を受けてる取引士が、小津県に登録の移転を申請するときは、小津県知事が指定する講習を受講しなきゃいけない、講習受講自体いりません。登録の移転っていうのは、5年経つ前に、他の都道府県に転職とかなった。他の都道府県に職場が変わったときに、やってもいいよってやつですね。うん。まだね、5年の満了来てないんですよ。登録の移転のときは、新しい取引士をもらいますが、新しい都道府県で。 え、講習自体いらない罰。もう、できていただきたい。できなきゃまずい問題だらけでした。次、問いの29。正答率75.3%。やっぱ個数だとやっぱちょっと落ちますね。うん。でも取れなきゃダメな問題ですよ。じゃあいきますよ。あが丸、いが丸、うが罰、えが丸。あ はい。もう読むのめんどくさいからさらっといきます。先人でお願いされた指定流通庫レインズに載せる登録、図見書、登録しましたという証拠書面ですね。これを渡さなきゃいけない依頼者に丸です。突っ込みどころなし。2番目、標準媒介契約約款。え、ね、国交省が提唱している、品きですね。基づくか否か書かなきゃいけない。これも有名な問題、丸。はい。3番目、A、業者はです。B と先人お願いされるときに、 B の要望に基づく場合を除き有効化について自動更新の特約をすることができない自動更新って専任はダメですよねだからこれも丸にしちゃったってなるんですよね×罰ですけどなんで罰か×かくなですあの今年のぞくな系好きだったんですよ者またここかっていうねあのこれ読み飛ばしちゃうのってやっぱり試験受けるのはダメなんですぞ姿勢としては。要はこれ あの要望に基づこうが基づかないが自動更新はダメですえお願いですどうしても自動更新でやらせてくださいとお客さんが言ってきたら良さそうなもんじゃないですか業法はダメなんですよね民法は言っちゃいいの原則だけどお客さんがどうしてももう面倒くさいから自動更新でお願いしますよとしょうがないなとかって良さそうじゃないですか大体やってもねトラブルになんからね問題ねえですよやってもえでもダメですよ 試験ではあ、自動更新はお客さんが言ってこようと業者が言おうとどちらしもダメだバツ覗くなーです。あと1週間に1回以上丸。ということで、このう、覗きっていうところでバツいけたかどうか。本当に注意力ですね。うん。注意力をちゃんと三万にしないで、一個一個丁寧にやれたかどうかです。次、問いの30。はい。正答率が70.1。 で、もちろん A ランクなんですがこれごめんなさいもう計算するのを書くのめんどくさいからえこれ1番はいバツ ×2 番×バツで請求時までに承諾っていうところが2番は×ですね依頼される時です請求時まではないえこれあそうかそうかもらえるけど請求までじゃなくて依頼を受けるにあたって承諾もらってなきゃダメだという、うん、これもなかなかな話ですけどね 実際にそこまでじゃあ依頼受けるときにやってるかって言ったらやっていない方が多いんじゃないのって感じしますけどね。仕事では。だけどあくまでも綺麗事で、しかも過去問のレベルです。あと4番目。330は300万で4パープラス2万で、それで1.1入れる。15万4000円。後で解説見といてください。3番×計算すれば気づく。あと4番目。これが丸です。事務所退職。合計額が借金の 1.1括以内であれば、どのような割合で受けても良い。はい。一方の身から向けることができる丸。これ、どのような割合でもっていうところで、いや、どのようにはまずいだろうってならないください。あと、貸主、借り主、賃料基準だと1ヶ月ってご存知ですよね。1.1だから罰はやめてください。1.1って消費税ですからね。1ヶ月分に消費税ですからね。だから、これ、居住用だと0.5ヶ月分ずつ。半々でもらうというのが基本じゃないですか。 でも事業用とか店舗とか事務所とかだとこれ家賃1か月貸し主借り主合計で1か月は変わりません、えー、でもどちらからでももらえる、えー、でも片方を借り主からもらったら大家さんからもらえない大家、えー、さんからもらったら借り主からもらえないそれはご存知ですよね非常の話は、えーまあ、実際仕事では広告料で何だって借り主からも1か月もらって大家さんからもねもらえますけどねそれを言ったらおしまいなんでね、うん、だから仕事のことは考えないでやっていただけばこの4番はいけるはず というまああの久しぶりにね定例の揚げ屋のあの嫌な問題から解放されてねまあできた方も多かったんでしょうねということで取れなきゃいけない問題でした次問いの31は A ランク86パーあ A ランク書かないって言ったんだけど書いちゃいましたねはい対策の媒介を行う場合によっても損害賠償約金説明しなきゃいけないあればやっぱいるでしょうる。2番目これ石綿の調査ですね存在の有無がわからない時はい 自ら調査を実施。これ絶対いらないんですよ。アスベスト、大家さんとかえ、売り主に聞いて、あれば言うけど、なければ、いや、調査ないですと。わざわざ業者は調査する必要ないですよね。これ、外注費用がかかるようなもんって、調査義務入ってませんえ。というのを分かっていると、他のところでも使えるから、まあ、ぜひぜひ知っといてみてください。あと、3番目。 既存の住宅でである時です、はい、実施してる場合その結果の概要をする必要はないっていやいや実施してるなら結果言えよですね、えー、実施してるんですよインスペクションえー、いやー結果は言えませんねと余計怪しいじゃないですかしてるなら言えよってこれ流れですねあの重設って丸暗記よりもまずは自分が買う立場借りる立場になって本当にいるのかっていうのを考える借りる立場になって本当にいるのを考える で、できた問題は覚える必要ないです。あのそういうやり方でやるとね、重説って暗記、そもそも重説暗記っていう事態で私はね、間違えた勉強だと思ってます。重説はね、暗記じゃないです。まずはこれ本当にいるのかと。え言葉見て、これを趣旨にこの借りる立場でいるのかと考えて,てください。でね、これ考え方ちゃんと持てば、おそらく重説で覚えなきゃいけないので、10個以下に絶対になります。そうするとね、楽なんですよね。 うん、何でも重説覚える覚える覚える表みたいに覚える変な語呂、まあ、最近変な語呂が減ってきてるんですけどねもう重説私がね講師になった時代ねもう全部語呂だったんですよなんでこの業界語呂が大好きなんだろうと、えー、余計覚えにくい語呂なんですよね、うん、ちょっとね考え方でやるっていうねお勉強でやると多分暗記量が減るんでね、えー、趣旨を考えてやるとよろしいと思いますあとごめんなさい4番目まだ説明してないですね専用部分マンンションの、はい 退借の売買を行う場合説明しなくていい罰。あの部屋の使い方ですよ。ペットいいとか悪いとか借りる人にもいるでしょう。罰と。だから今回重説は結構取りやすいえ、ね、あのやりやすい問題です。まあ一番自信持って丸って覚えてないかもしれないけどまあ少なくとも二三読で切れるんで定番でということではいできていただきたかった問題です。次問いの三十二はい九十四点七パー。はい一万。 利口に着手した後においては、現実に提供したても解除ができない。相手が着手したらできない丸。手付け放棄、手付け売買者の基本の話です。もう一番でピンポイントで言ってほしいですね。で、ちなみに、クーリングオフで解除した場合、返還しないというのは有効罰買い主不利だから。え、三つ目、直ちに、不払金の遅滞を理由として解除ができる。これ、カップ販売って分割払いで、 買い主素人売り主に払って買うことですよねこれ月々の支払い遅れたら30日は最低待ちます書面で30日催告してそれでもない場合ですよね直ちにはダメだろ罰。四4番目はい工事完了前未完成ですねということは5,000万円に5%する完成物件10パー未完成5%午後25250万円はい 保全措置講じたとでなければ、200万円の手付金受注者7位。250万円、あ、200万いってないということは、保全措置講じなくてもできるから、ツという問題でございます。おそらく普通にやってればできていただく問題という認識でお願いします。次、問いの33。正答率94.9%。はい。一番、はい。額とか支払い時期、方法。大事なことですよね。必ず記載です。 はい。また、各両当事者に渡さなきゃダメもある。もう一番揺るぎなく丸してほしいとこです。じゃあ二番目は、引き渡し時期、重説で説明を行った時、はい、37条書面に記載する必要はない。引き渡し時期ですよ。で、これ時期って、時期って重説はいらないんですよ。ええ、もう重説は時期ない。ええ、時期って、契約が買うって決まったから時期が決まるんだって。決まってないんだから時期なんて無理です。でも37条契約書。 時期はね、未定なら未定で書く。ええ、決まってたら必ず書く必要的記載事項。×。自信持って。三つ目、三十七章目に取引しをして、決めをいさせる必要はないってありますね。×。ま、あとでゆっくり検討してください。絶対×なんで。あと四番目、規制の圧旋に関する定めがあるって言うんです。定めがあったら記載する必要はない。×。定めたら書けでしたね。定めたら書くんですよ。という。 この問題も普通に業法をちゃんとやってればできていただきたい出てきていただく問題落としてはいけない問題です次問いの34はい正答率 83.6%1×2×3×40 はい1番お付きんいの知事だけに登録の申請をしなきゃいけないってなってるんですが後見で合格したんですね合格したと都道府県に登録です合格したとこじゃないと合格の履歴が証明できないんですよ だからいやいやいやこれ合格の貢献でしょ2番目登録を受けてる者は住所に変更があった登録を受けてる届けに変更の登録を申請する必要はない住所氏名本籍、えー、勤務先の称号名称免許証番号載ってることが変わったら変更の登録いります住所は載ってるでしょう住所は、えー、必要はないツ3つ目 従事先従業先として登録している事務所の所在地に変更があった変更登録申請しなきゃいけない事務所の所在地に変更会社名免許番号は載ってるけど会社の所在地って取引所の資格登録部には載ってないんですよ個人の資格登録部です会社の称号名称免許書番号は載ってるけど事務所の場所は載ってない個人の資格登録部に会社の住所載ってないこれ分かってれば罰いけますよねうんこれも定番 あと4番目。はい。取引所の広募申請した移転前の有効期間が経過するまでの有効期間と新たな取引所がこうされる。言い回し難しいですけど、あのテキストによっては残存期間、残りの期間っていうね、表現で出てるから、そこで間違える人はいるかもしれません。うん。あの取引所、例えば3年使ったところで、東京から北海道に転勤になった。登録の移転した。 そうすると北海道からピッカピカの新しい取引所を東京の取引所と引き換えにもらいますが、残存期間、残りの2年間ですえ。同じ意味です、これ。今までの期間と同じ期間の有効化のものがこうされる。残存期間だから。だから言い回しが残存期間って言うんじゃないだけであって、丸という。これ過去問で出てる言い方なんで。 だからテキストだと残存期間残りの期間残りの期間って覚えててもそれ通りにやるとあれこんなんじゃないぞ残りの期間だからバツってやる可能性はあるでしょうねうん日本語の問題です言い回しの問題です言い回しが同じでは出ないと思ってください過去問やってそのままできるなんていうそんなアマチュル試験ではないというその認識持ってくださいえということで丸83.6です取らなきゃまずかった問題次問いの3586.6% で、1番罰、2番罰、3番丸、4番罰なんですが、はい。建設業者ですね。はい。営業賞金から弁済受けることができるか、取引じゃないからダメなんですね。これ、受け合いは。宅地建物取引の取引って狭く返すんですよね。ただ、営業賞金とか保証協会からもらえるのは、取引という狭い範囲だったんだと。2番目、供託すれば開始できる。供託すればできる。罰。届出がいるから。 これも、あの、過去問やってないと、あ、教託すりゃできんじゃないお金払えばってなるんですけど。供託して届け出して初めて終わりですもんね。というのが、ちゃんと過去問しっかりやってれば、身についていていただきたいんです。うん、ツ。あと三つ目、二週間以内不足。はい、通知から二週間以内丸。持ち込みどこなし。四つ目、本店及び二つの支店です。はい、千二百万、こんな中途半端なわけないですよね。本店一千万円、視点一個五百万円。だったら二千万ですね。 ここはなんかあんまり間違えてなかったようです。取れないとまずかった問題です。次問いの36。はい。77.2%。1×2×3×40。で、これ4番丸なんですが、弁済業務保証金完破があった時です。はい。弁済業務保証金を教託しなきゃいけない。保証協会って、お客さんが、業者のお客さんが持ってったら、とりあえず穴埋めするんですよね。そこの話が丸。だからちょっと正当率落ちたんですかね。 保証協会のところまでやってないよっていうやってくださいね保証協会にまずはこれ穴埋めしてで保証協会は業者にわ穴埋めしてみたから払えって言っていくんですよねっていう段取りをもう一回今一度テキストに載ってないテキストはないはずですえ見直してみてくださいえ保証協会の話なんてなんで俺ら勉強するんだよって話ですけどね出てるからしょうがないじゃないですかうんだから頑張ってくださいあと一番分担金の額に相当罰 あの、これだと60万が限度ですよ。ええ、相当というのが1000万だと思っちゃって、それね、完全に脳内変化されてます。これ、分担金の額の範囲って言ったら、60万いやいやいや、営業保証金に相当する額の範囲ですね。もし、営業保証金だったらいくら協託してるかが限度額になりますね。という話です。まあ、ゆっくり家で検討してみてください。あと2番目、保証協会に対し、保証協会に対し、還付請求しなきゃいけない罰。 官府請求って実際金もらう場面なんですよ。強奪所行きます。保証協会に認証もらって実際金あうのはね強奪所なんですよ。もう保証協会の金庫にはないんですよ。大体保証協会ってあのまあウサギさん結構ねあの箇所が少ないから立派なビルなんだけど鳩のね協会なんてボロビベルばっかりですよとかまた言っちゃったんですけどね。 そしたらなんかボロいビルばっかって言ったらそのビルのオーがハトのビル入ってるオーナーが「いやうちボロいですけど」って言う言うのやめようと思ったんだけどいやほんとんか貧乏くさいビルなんですよええー、あんなとこかなえるわけないじゃないですか教託所にあるんですお金はだから認証分もらって教託所にお金もらいいくんです保証協会じゃありませんってやつなんですあとは3つ目はいこれしたる事務所の最寄りの教託所に教託すべきことを通知罰教会に払えです納付教会に必ず間に教会が絡むんですよ 保証協会の制度のときは、業者に協託書行って行為はないです。というのが分かっていれば、この問題は、遂げてほしい問題だな、と、え、いうことでございました。問いの37、82.3%、R×E×U×A×。はい、あばてめえん、千人の取引士罰。×。千人じゃなくてもいいから。えー、あともう一個、説明そもそもいらない。どっちで切ってもいいです。 えまあ、説明させなきゃいけない説明37条いらないからのがいいですかねわかりやすいですかね、うん、でもしこれがね任えここでもやっぱ罰なんで1人じゃなくても取引であればいいよっていうね、まあ、どっちも罰どっちで切っても OK です2番目書書にに関すする説事項を37条書面に記載いいらないですこれね契約書とか重説にね供託書の説明書いてあるんですよ仕事やってると。ででもも書の説明ってあくまでも 売り主買い主両方にある貸し主・買い主両方にあるだから契約書とか重設内容じゃないんです、ね、え実際仕事やってるとねどっちの業者がどこの教託書どこの教会って書いてあるんですよもう仕事やって仕事かぶりやってるとガンガン間違えるとこですいいですからこの卓球試験は仕事の知識で解くと,といつまでたっても合格しないんです仕事出会いだったからってやってるもうね受からない典型パターンなんです仕事をやってますかの試験じゃないんですちゃんと机の上で勉強してますかの試験なんです そこね取り違えちゃうとね,ねもう業界経験30年ですって言ってもう受かんないんですよえ今年私の知り合いのベテラン社長もね28年目ですけどね連絡がないということは多分落ちたんでしょうえ28年長いですねよく受け続けてると思いますよね心得ないでねうんなんか毎年の祭りみたいですけどね、うんまあ、そういう人は、まあ、それでいいんじゃないですかでも受かろうと思ったら本当に仕事じゃなくてちゃんと基上の理論でやんないとダメですからね仕事経験なんていうのはこの試験にはもう関係ないと思ってくださいえあと次 買い主が宅見業者であっても、はい、37条交付丸。そうですね。重要事項の説明書面もいりますもんね。説明はいらないけどいそこまでちゃんと比較して分かっていると完璧です。あと、次期、37条書面、いらない罰。いや、必ず各事項でしょうということで、これは取れていただきたい問題だった。次、問いの38。87.1%。1罰、2罰、3罰、40。で、まずは、 一番、今回、媒介の話ですね。媒介契約書ですね。取引し出てこなくていいから一番罰。はい、二番目ですね。意見述べる、意見述べる価格。価格査定って場面です。はい。口頭でなく書面で明示。書面じゃなくていいから罰。口頭で OK です。これ、口頭で OK シリーズってちょっとまとめといた方がいいですよ。うん。なんか大事なことだと書面。しかも査定ってね、う私もね、手抜こうだんだけど仕事は。 査定ぐらいは書面出しますよ、査定書。えー、まあ、三千万ぐらいじゃないですかねっつったら、絶対依頼来ないんでね。査定書ぐらい作るんですよ、これ。だから、仕事で作ったとしても、いや、口頭でいいんです。次。高住宅の所在地を登録しなきゃいけないってなってるんですが。しなきゃいけないってなってるんですが、いや、これ義務ではないです。うん、四番目、はい。解除に関する事項を書面に、こう、書かなきゃいけない。そうですね、キャンセル来てて、すべての書面大事ですよね。 ああ、解除。キャンセル途中でできるか。これだ、あと。まあ、4番でピンポイントでできた方が多かったでしょうね。ということで、できていただきたい問題。次39。97.1%。1 × 2 0 3罰4罰1番、従業者名簿の閲覧請求があった。取引の関係者か否かを問わず、今日しなきゃいけない。あの、関係者じゃない。無関係のね。急になんか、ちょっとなんか寒かったから、え、名簿見せてみたいな。 お前は誰ですよねいや関係者じゃない人に見せる必要ねえだろ、う罰っていう。逆に難しくかもしれませんね。来たらなんか見せなきゃいけなそうですもんね。いやいや、取引、関係者か否かを問わずって、いや、これはやっぱり罰じゃないかなって欲しいですね。2番目、取引証を携帯していても、従業所証明書を携帯させなきゃいけない。その通り。別物なんです。取引証は資格持ってる証。従業者証明書は、その会社の社員である証明書。証明力別です。両方持たせろ。丸。 はい。3番目。退職した従業者に関する事項は、はい。消去しなきゃいけない。あの、退職した人は赤線で引いて退職年月日書いて、10年間は置いとくんですよ。あ、っていうことは、消去は罰だなと。ええ、だから、これなんかも赤い線で引くのが消去かってたら、いやいやいや、退職年月日書いて置いてあるんだから、消去とは言わねえでしょうって。ちょっとやりにくいかもしれませんけどね。あと4番目、携帯させなくてもいい。もう読まず読,読むまで巻く罰ですね。 ええという問題でしたまあ2番目を、ね、きれいごとで解けばできたかなっていう問題ですはい次問いの40でおそらくこれ58%で60%切ったんですよこれ、ええ、うんでも合否分ける問題って言ったらなんかこれかなっていう感じがしますできますあできないいできるうできるえできない ななんんか汚いい字でごめんなさいね解説冊子に書いてあるから、えー、見えなかったらちょっと後で写してくださいいきますこのあいきましょう喫茶店で買い受け申し込みした場合です B が A からクーリングオフに移って書面で告げられた日のはい翌日から起算して8日目にクーリングオフによる書面を発送し10日目に A に到達した8日っていうことはあれ8日だったら8日経過してないから書面発送すれば発信主義 あれセーフじゃないのと。届いたのが10日目でも、洋日だったらセーフじゃないのって思っちゃいそうですよね。ところがよく見ると、告げられた日の翌日なんですよ。これ、じゃあうちの会社で皆さんが喫茶店で申し込みしました。お客さん変な場所だからクーリングできますよって、書面で告げたら、告げた日から1日です。告げた日から起算するんです。翌日じゃないんです。 あの、通常初日参入って言うんですけど、このクーリングオフは、お客さんクーリングフできますよって言ったら、その日で1日目なんです。ということは、翌日から8日という方はもう9日目なんです。告げた日から。ちゅうことは、クーリングオフはできない。おそらくなんですが、このあでやられて、残念っていう方が多かったと思います。え、8日っていう数字だけ見て、あ、8日なら大丈夫だと。違うんです。翌日から8日だと、もう9日目になってんですよ。っていう、 これね出方としてはねないですあんまりこの出来方はうんだからこれねやっぱりやりにくかったんじゃないかなって気がしますあと2番目相手方が着手してもできますからね別にね手付け放棄とか違うんだから、えー、だからこれはできるはい「うわ」わ解除しない旨の合意はいそんな特約無効ですできます特約無効だから、えー、できるはい「え」「専任の取引者が置かれている場所 継続的に業務が行う、できる施設。そして、取引士がいる場所。ちゃんとした場所で申し込み。じゃあ、契約が喫茶店で変な場所でも、申し込み基準ですね。申し込みしたところが、取引士がいる、ちゃんとした場所。案内所、モデルルームだったら、これは、クリッできませんですよね。はい。これは基本的なものです。できない。あが勝負だったっていう気がします。え、いえ,えで間違えてたら、それはまだまだ勉強が足りないというとことです。 えー、あのところで、勝負が決まる。という問題で。まあ58、58%だから、うん、行方でやっぱこれを落としてもしょうがないかなっていうところだけど、行方だから取ってほしいです。次、問いの41。97%。1 × 2 × 3丸4 ×はい。取引士の決め要因がいらないわけないでしょ、×。2番目、1000人じゃなきゃいけない。1000人じゃなくてもいいから×。なんかさっきもそれで聞きましたけど、今回こそこれます。はい。3番目、丸 再交付申請書を見せて「いやーちょっとなくしちゃってねー飲み屋でね」と「これ申請してるんでこれで我慢して」って言ったら「お客さんびっくりですね」「本当ですかこれ」と「眠ってないんじゃないですかあたまるそうだし」と思うじゃないですかお客さん、ね、えだからちゃんと取引書ないと充実できないんですよ見せなきゃいけないから。 うん。申請。最高付の申請。いや、申請しててもダメです。もらうまでは見せなきゃいけないからできないで丸。意味が分かれはいけると思います。あと4番目。宅建業者の事務所に置いて行わなきゃいけない。どこでもいいです。契約前にやればどこでもいいという。ね。事務所じゃなくてもやればいいので、ツ問いのの42。はい。これ、85.1%っていう数字は出しましたけど、1も4もね、ツ複数正解になりました。で、 これ,ね、あのこれね、前、あの,私このレックの、ね、解説でリバイバル模試っていうので全問解説したときはレックに、ね、言われてるんですよ、4番だけにしてくださいともう1番はボあの罰って複数正解って言わないでくださいみたいに、ね、これ、もう1番、ね、悪いけどもう絶対罰ですってでやっぱね、試験時団体罰にしましたねこれねあの、やっぱ言い逃れできないですでこれを丸にしちゃったらもう試験、実施団体の信用がた落ちになっちゃうんですよ。 だから今回ね、ちゃんと両方正解にしてくれましたね。で、なんでこれ、これ一番ね、解説冊子ね、丸になってるんですよ、あの違う理由、あのこれ、訂正表出してます、訂正表、うん、これ、あの数値1年でやると5年間は大丈夫ってやつなんですよ、これ2年、いやー、5年より短いからだめだっていうね、いう理由なんです、まあちょっと異帰ってゆっくり見てください、この問題はね、やっぱりね、うんもう言い逃れできないんじゃないかなって、個人的には思ってましたけど、まあ、やっぱその通りでしたね。 うんまあ、絶対に4番が罰なのはいけるんですけどね引き渡しから2年いや知った時から1年でしょう民法を使うから罰と、うん、だから4番を罰にするのがほとんどで1番がこれつけたとしてもほとんどここにつけた1番の人っていないからあんまり複数正解になったからといってこれ点数には影響なかったはずです、えー、いやーこれ両方正解になったせいで37じゃなくて38になっちゃったってごめんなさいそこまでではないです、えー、だからねまあ もうちょっとこの1番に人気集まったらね。いや、複数になったから30本当は7だったのにってね、言う可能性あるけど、それはないです。だからここのところそんなに影響はないけども、とりあえず1番も×だというのを見ておいてください。で、230で4番×。これはいけていただくはずです。あとは確認しておいてください。次、問いの43はい。はい。正答率95.4%。はい。××××××。有料満了しってなってますね。満了しってなってますね。5年経過×。 満了したらすぐ OK。うん、定番ですね。はい、次、2番目。取引の欠定をする範囲内で引き渡しとかができる丸。残務処理は免許の効力がなくなってもできる丸。これも定番。3つ目。廃業届出誰かいないかにかかわらず。いや、届け出の日に執行だから、罰。4番目。はい。復権を得た日から5年。復権を得たらすぐ OK。5年経過、罰。 というあこれもよくあるパターンの問題だったなということで95.4取れていただきたい問題でしたはい問いの41いまあじゃじゃ問いの4478.4パー A ランク〇〇〇〇 ○○×4 番だけ見ときます数に詰め立てられた額について説明する必要はない過去問通りですいや積み立てられた額も買う立場になったら気になるでしょう修繕積み立て金どれぐらいあるのかなと。 築20年なのに、これしかないんですかって言ったら、大変ですもんね。やみんなもういるでしょって罰で、ピンポイントで言ってほしい。まあ他のところで間違えちゃったら、そこをよく修正して見直しといてください。はい。最後にします。で、5問目以ごめんなさいね。該当者じゃない方もいらっしゃるんで、まあとりあえず50番以外はできてほしかった問題ばっかなんですよ。え、ね、この問題最後にさせていただきます。はい。82.8。1、ツ2、丸、3、四4、ツ。まず1番。 はい。A が媒介を依頼した、はい。締結していれば、A は保証金、保険の契約の締結を行う必要はない。媒介業者がなんか保険入ってたんですね。ダメです、売り主がやらなきゃ。仲介がやらなきゃ。で、これ、貸し担保利工法をやるのは、売り主。新築住宅やった売り主が保険に入るんですよね。一番は、いや、中買媒介がやってても、ダメだよ、売り主業者がやらなきゃ、罰。で、三番見ます。 基準日ごとに基準日から50日以内に届け出3週間ですねこれ基準日からで50日っていうのは3週間以内に届け出しないと基準日の翌日から50日計画計画後に新たな売買ができないと売り契約ができないとです、ね、これは自らにしよってね大きな話なんですよ売れないと代金入ってこないと仕入れできないんですよもう死んじゃうんですよ会社は えー、これ大きなことなんです。ああ、そうだ、これ3週間だな。50日は売れなくなっちゃうタイミングだな。はい、4番目。B が宅建業者である場合、保険とか貸し担保理婚の適用義務を負いません罰、罰消去法でも2番いけましたよね。で、あと2番は、これ、消去法じゃなくても、これね、結構予想してたんですよ、ずっと。うん、あ、個人的にですけどね。うん。あの、知事の承,諾承認を受けた上で取り戻しができる丸。あの、本来、教託って、広告しなきゃ戻せないじゃないですか。 ところが貸しタンポリ広報の場合ってもう10年経つんですよそうすると昔はよく売れた最近売れないってなると要は超価格が出る可能性ですその時に広告しないで知事に免許権者に「いいですか?」「50件分減らしていいですかいいよ」って言ってくれればこれ広告いらずに承認でできるっていうこれ今後何度か出ると思いますえ、まあ、今まで貸しタンポリ広報10年経ってないから出てない初めてだけど ちゃんと向こうは考えてますよ。13。4で消去法でもできるようにしてくれてるんです。だから取れなきゃいけない問題でした。ということです。以上でございます。はい、まあ、あと5問目以上はね。ちょっと見ておいていただいて、まあ、50番の建物は無理だけど、それ以外はね。うん。そっと頑張ればできたなっていうね。問題でした。ということで。まあ合格ラインが本当に高くてね。なかなか大変な時代にはなりましたけどね。とにかく問題文ちゃんと読む。 えそして過去問をやるというのは過去問の答えを覚えてるだけじゃだめとのぞくとかそんなんで引っかかってるのはそれは問題文を読む注力足ないえ注力をちゃんとつけるようにして頑張っていってみてください以上でございます、はい、それではですね、えー、本日のですね「卓研本試験」解説会の方ですねこれで終わります皆さんお疲れ様でした